弁理士会関東会の研修令和元年遺書法改正を契機とする遺書に関する裁判例の論点別網羅的整理と題して弁護士高石秀樹がお伝えします簡単な自己紹介ですが私は特許遺書について実務を多くやっておりこれらについて裁判例を整理した本を出しています特許は8年前と3年前に大反第3第2判を出していて 衣装については昨年論点別衣装裁判例辞典を発刊しました衣装の方は裁判例はそれほど多くないので約2年ぐらいの月日でこの本をまとめることができました本日の講座はこの本の中でも特にお伝えしたいところを集約してお伝えするとともにこの本1年前なんで最近1年間で出た重要判例について 最後に補足して終わろうかと思いますこのレジュメのページ数はこの論点別衣装裁判例辞典と同じページ数になっています目次なのですがこれ全て説明することはとても不可能なのですが項目だけ言うとまず概論として全体像を申し上げますそして2番として衣装の類比創作要意性ここが一番長いです3番としては衣装件の講使として利用関係にある 衣装についいててどう考えるか。これ裁判例を見ていきます。4番目としては関連衣装これは新法についての説明となります5番目が部分衣装この部分衣装の類似が一番重要で裁判例も蓄積しているので注目したいところです6番目が画像の衣装画像の衣装についても新法があるところですが裁判例も見ていきます 7番建築物8番内装については新法で入ったところなので裁判例はほとんどないのですが建築デザインについて侵害事件で衣装権者勝訴という事案がありましたのでそれを説明します9番目が分割出願これはなかなか認められないそれに対して10番の変更出願これ特許から衣装への変更出願が非常に柔軟に認められていて戦略上これは使うべきだということを説明します11番が衣装権と特許権による二重保護 これは衣装と特許は性質が違う結果どちらかだけが権利者勝利となった事案がいくつもあるのでこれらを説明して両方の権利を取得しておくことに意義を説明しますそして何といっても13番新規性喪失の例外これが特許とは趣旨が異なり柔軟に認められているということを押さえておきたいですね14番選手要件については特許とほとんど同じと言えるでしょう そして16番その他の中にいくつかの論点があって例えば損害論などでは裁判例が蓄積しているのでこれを見ていきますで最後付録なんですが付録と言いながらこれは本当に重要です衣装の類比は結局美観で決まりますよねどう美観を説明すると裁判所で通るのかそれは判決文がどのように美観を言い回しているのかこれを把握することにつきますですから 裁判例に見る美観の言い回しを多くの裁判例を見てその共通点を見出し自分のものにしましょう最後この目次にはありませんが1年間で出た裁判例について3つほど説明したいと思いますそれでは第1の概論から始めていきましょう全体の概論について説明いたします目次で言うと1番概論のところです さて、衣装券の登録要件としては、丸一、工業利用可能性。丸二、新規性。これは物品が非類似ということと、衣装が非類似ということで、この衣装が非類似というのは実は物品プラス形状が衣装なので、この物品はどちらにも入ってくるんですね。丸三、創作非用意性。丸四、洗顔衣装との非類似。そして丸五、物品の機能に不可欠な形状。 画像のの用途、不可欠なな表示のみではないというこの5つの要件が問題となりますがやはり大きいのは新規性と創作費用異性ということになりますそして衣装券侵害の要件としてはこれは新規性と基本的には同じなんですが物品が同一または類似そして衣装すなわち物品プラス形状等が同一または類似ということであります本当にこれが新規性の時の類似と同じなのか これは大きな議論がありまして、後ほど具体的なところでは説明したいと思います。衣装券の存続期間については、今般令和元年の改正法で、それまでは登録日から20年だったのが、出願日から25年というように改められました。これは、ほとんどの場合は、登録から出願まで5年かからないので、実質的には伸びたと言えるでしょう。なお、関連衣装の存続期間は、基礎衣装の存続期間と同じということになっています。 そして、出願の経過については、この上に示されている通りです。また、衣装登録出願の件数については、それほど変わらず推移しているというところでしょうか。そして、登録件数もそれほど変わってない。これで、出願から最初の休日流通値までどのぐらいかかるかというと、今は6ヶ月ぐらいと言われています。そして、出願後8ヶ月で衣装登録候補を発行なので、最初の休日流通値から衣装登録発行まで2ヶ月ぐらいということですね。 なお、特許と違って公開制度がありません。ですから拒絶されると衣装の内容は非公開のままということで登録されなかったら公開されたくないというのは衣装ではぴったりということですね最終的な登録率は約90%ということで特許や商標よりかなり高いと言われています2017年の拒絶理由通知の内訳としてはここにあるようにやはり新規性が多くなっている実際類似 新規性や洗顔が40%で創作用意性が10%くらい1衣装1出願違反が16%なんですがこれは令和元年改正法で緩和されているので今後は変わる可能性があるでしょうなんといっても衣装というのは15年、まあ、今頃満期を迎えるのは当時15年だったので15年ですがこのギリギリまで保持しているものが非常に多いんですねこれ特許などは もう20年経つとほとんど放棄されて納付されてないんですね。ですから、やはり、衣装券はもう少し長い方がいいという世の中の要望があるということで、今般、その期間が延びて出願から25年となったということになります。衣装広法には何が書いてあるかというと、衣装にかかる物品の説明、プラス衣装の説明、プラス図面。 もちろん図面が衣装を大きく決めるわけですけどその他に物品も重要ですよねじゃあ衣装の説明ってどういうものなのかやはりその記載は衣装の美観に影響して類似判断には影響は及ぼしますこれ裁判例を見れば明らかですそれでは裁判例でどのようなことが衣装の説明に書いてあって影響を受けているかというとまあ色彩ですねですから逆に色彩以外は記載しないという戦略もあり得るかもしれません なお物品の全部また一部が透明であるときはその旨を元書に記載する必要があると条文上明記されていますあと衣装候補に物品のサンプルを掲載している場合にはその物品には色がついていることが多いですねただ物品の形状のみであって色彩を含まないと元書に記載しておくと形状が衣装であって色彩が異なっても被告製品が類似になりやすいこれ顕微鏡事件なんかで言われています 逆に、新規性案内においての色彩等を本件、元書で開示してあると、高知衣との差別化に使います。ですから、色彩は関係ないという形で広く求めるのか、それとも色彩が関係あるとして、高知衣と差別化するのか、これはどのような高知衣があるかを踏まえて、衣装の説明に書き込んでいくかどうかを決めるということになるでしょう。ところで、衣装の定義、これが令和元年、 改正法でで変わったんですけど物品の形状模様もしくは色彩もしくはこれらの結合これに加えて建築物というのと画像というのがもう明確に入った資格を通じて美観を起こさせるものですから衣装というのは健康法では物品建築物画像これで 関連衣装。これも令和元年の改正法で大きく変わったんですけど、今までと違って本衣装の出願から10年間同一出願人だったら関連衣装を出し続けるんですね。しかも関連衣装は独自に一生権が認められる強いものなんですが、これが本衣装と類似してなくても関連衣装にのみ類似していれば OK なんですね。ですから関連衣装関連衣装とだんだん類似の範囲でずらしていくと、元々の本衣装、基礎衣装と かなり異なるものまで関連衣装を取っていくことが可能であるこれはトレンドの変化に応じていち早く自分だけがその関連衣装をカバーしていくことができるということなので非常に有用です部分衣装これは独立して取引の対象ではない物品建築物画像の部分の衣装です実践で示す部分が部分衣装なんですけど破線はまあ全体を意味するわけなんですけどこれ全体の中でこの実践の部分衣装が どのような位置にあるかどのような大きさにあるかこれも類比判断に影響するので破線もこの類比判断には影響すると思って記載するべきですただその影響っていうのは破線が同じかどうかではないあくまで実線部分がどのような位置にどのような大きさであるかということを示します次に画像の衣装ですがこの令和元年改正法で何といっても目玉なのは物品に記録表示される必要がなくなったということです これは2条の画像の規定で、機器の操作のように供されるもの、または機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り画像の部分を含むということになりまして、これは物品に記録表示されてなくてもいいですから、クラウドに保存されていて配信されるストリーミングの画像も OK だし、道路に投影される画像も OK、機器に表示されなくてもよくなったんですね。あとは組み物の一装。 これはあまり使われませんが、組み物全体として統一感があるときには使えると。動的遺書。これは形状模様し記載が機能に基づいて変化する場合ですね。あと、補正をしなければいけないときがありますが、極めて内容も時期も限られてます。しかも内容は語気や不明瞭な記載の訂正のみである。それに対しては、もうどう対応するかっていうのは4通りしかなくて、審判請求か、審出願、もしくは手続き補正書をまた提出するか、もう何も落としないか、どれかです。これが、 外内に来ているものの優先権が絡んで方式補正だとこれ却下されるとそもそも出願自体日本では罰となるので新出願もできませんから要注意ということでしょう秘密衣装これも設定登録日から3年以内の期間を定めて図面写真等を秘密にすることを請求できるこれ権利行使する時の制限があるわけなんですがこのように使うときまでは秘密にしておきたいという衣装を出すことができるということでこれは非常に有用です分割出願 これは次の変更出願と絡んで非常に重要なのですが分割出願はなかなか認められないなぜならそもそも衣装というのは1衣装1出願なので衣装1個に2つの衣装が含まれているということはあまりないんですねまた複数の衣装が含まれていないと判断される傾向にありますですから1個の衣装を構成するものの一部を分割し出願することはできないし参考図に含まれる衣装に基づいて分割することもできない という判決があるわけです。他方変更出願特許出願の図面から衣装登録出願に変更するのは比較的フレキシブルになされていますこれは特許出願の時には1衣装1出願の縛りがないので特許出願の図面に複数の衣装が含まれていると認定することに特段障害がないということでしょうあと諸外国の衣装実務については画像の取り扱いが各国大きく異なるのでこれは要注意です そして、間接侵害。これは令和元年法で増えました。今まではのみだったのが、特許と同じく不可欠品も入ったということですね。これが物品のみならず、建築物についても、画像についても入りました。そして、新規性喪失の例外。これ1年間ですが、この趣旨が特許とだいぶ違うと言われています。 アンシバン事件なんか言ってるのは、携帯においてビザがあっても、道場の立法趣旨に適した限度において、社会通念上、衣装の表現として、同一の範囲と理解されるものを言うで。広いですね。この趣旨とは何なのかというと、現実に市場に投入して初めてその効果が判定できる場合も少なくない。その後、量産化に際して、試作品に通常加えられる程度で改変されたものを含めて、 実施効果を測定した後に必要に応じて衣装を登録出願することも実務として広く行われている、まあ、このような必要性に駆られているってことですねさて先ほど出てきた一衣装一出願ですがこれ令和元年で緩和されたこれ何かというと物品の区分によりという制約がなくなりましたですから物品自体明確であれば物品区分表になくてもいいんですね令和元年入ったのは内装の衣装建築物の衣装などがあります 固定通常実施権ととしては権これ特許と同じですねあとは先の衣装登録室が拒絶された場合とにかく自分の衣装登録質が拒絶された場合にはそれと同じものは使えるということでとにかく出しておくっていうのは重要ですねあと先の衣装登録が期間満了した時、まあ、それは使えるんですねとにかく出しておけば拒絶されても使えるし満了した後も使えるということで商標と違ってこのような名文があるカッコ1番の全体の概論として説明しました これからも各論点について説明していきますので、引き続き視聴していただけると嬉しいです。物品の類似についてです。この点について、まず、昭和45年の最古参決加藤新宿ース事件は、新規制の類似 31個3号については、まず物品の衣装については、一般住者の立場から美観の類似を問題視する。そして、新規性の理由を拒絶するためには、衣装にかかる物品が同一または類似であることを必要として、かつ、衣装自体、この衣装自体がまた物品プラス形状なんですね。においても、同一または類似と認められて初めて、新規性がバツになる。だから重大衣装との関係では、物品の同一性、類似性で問題となって、さらに衣装自体の同一性、類似性を見るときにまた物品が問題になる。 とということですで。ついでに創作用意性についても言っておくとこの最高3決は物品の同一または類似という制限を外して社会的に広く知られたモチーフを基準として創業者の立場から見た衣装の着想の新しさないし独創性を問題にすると言っていますですから創作用意性の判断では物品の類似というのは一要素としてこれ入ってるんですねそして新規性の方は一般受容者の立場から見るのに対して創作費用意性の方は創業者 のの立場から見るるとというのが異なるとこれは発明特許の時には新規性も進歩性もどちらも創業者で見るのでここは大きく異なるということですね物品の類似についてはそれほど判決が多くなくて物品の類似を否定して非侵害になってしまった例はカラビナ事件しかないというところですですからこのカラビナ事件は本当に押さえておきましょうどう判事したかというと物品を離れての衣装はありえない 一般従業者において衣装賢者が販売等する物品と混同する恐れのある物品を指す。これが物品の類比なんですね。一般従業者において衣装賢者の販売する物品と混同する恐れがあるかどうかですね。で、衣装の物品のカラビナというのは登山用具なんですね。それに対して、被告製品というのはハート型のアクセサリーで、形は一緒なんですが、登山用具とアクセサリーではこれはいくらなんでも、 衣装賢者の販売する物品と混同する恐れはないということになってしまって物品がひ類いとなりましたなおですよ衣装にかかる物品の説明欄にはキーホルダー等の装飾用とも記載されていたんですねですが衣装にかかる物品の説明は物品の理解を助けるものに過ぎず物品の区分自体は左右しないとされましたですから物品の特定は細心の注意が必要だということですね 特にこの事件なんかはキーホルダーとの装飾用ということも念頭に置いていたのでね物品をそれも含むようにまたは類似になるように設定して広く設定しておくということもできたんではないかという事件でしたこの事件では物品はすべて類似になっているんですがそのメルクマールは用途または機能が類似すればもう物品は類似になっています例えばこの 化粧用パフ事件なんかはパフっていうのはお城やファンデーションを顔面等の皮膚に塗布するという本来的な用途機能を有するそれに加えて洗顔用品としての用途機能も有するので被告製品はブラシなんですが衣装の物品パフとこのブラシは用途機能が類似するとして物品や類似になりました他の判決を見ても機能が違っても用途が同じであれば物品類似と判断される傾向でほとんどの事件では物品や類似になっています 増幅器事件これも物品は類似になったんですがこれは被告製品は増幅器で増幅器の機能においては原告製品も機能を共通にするということでこれは物品は類似になりましたこの事件なんかからは多機能の物品の場合に一つの機能が共通していればこれによって物品は類似になると考えて良いでしょう他の判決もこの判決と矛盾なく進んでいると思われます 衣装の類似のうち新規性すなわち従来衣装との違いという点ですねまず復習ですが再犯の加藤新宿ホース事件この事件が新規性の類似については一般従事者の立場から見た美観の類似を問題とするとして新規性について物品の同一類似また衣装自体の同一類似を見るとなお 創作費用異性の問題については当業者の立場から見るということで発明と違って新規制と創作費用異性で立場が違うということを前回言いましたそれでは衣装の類似新規制の中身ですがまず審査基準はどうなっているかというとこの判断基準は衣装法24条2項が こう言ってんですね。衣装の類似判断において判断主体は需要者、者取引者を含むと言っています。先ほど出てきた最高裁判決は一般需要者と言っていましたがもう条文で需要者取引者を含むとなってますから一般事要者すなわち素人の人だけじゃなくて流通の人や取り付けるプロもここでいう判断主体には入っているということですね。 さて、この衣装の類比判断の手法、審査基準は、1、2、3、4、5の観点からなされると言っています。1、両衣装にかかる物品の認定及び類比判断、両衣装の形状等の認定、そして形状等の共通点及び採点の認定、形状等の共通点及び採点の個別評価、そして総合的な判断ということになります。それぞれ簡単に見てみると、まず、 両位書の物品の認定及び類似判断ですがこれは用途と機能の共通性を見ますただ用途と機能どちらかが共通していれば物品は類似とみなされることが多くほとんど物品非類似となることはない状況です そして、両衣装の形状等の認定としては、何といっても肉眼による観察。基本は肉眼で観察できなきゃいけないんですけど、小さくても、すなわち肉眼で認識できなくても、取引の際に通常拡大して観察するという場合であれば OK となっています。ですから、小さいものについては、拡大写真や拡大図をカタログに載せるなどして、そのような取引の実情を作っておくことが重要でしょう。 また通常用いられる観察方法なので筆記具であれば背面も見ますけどテレビであれば背面とか底面はあまり重視しないやはり正面図が重要だってことになるでしょうね。カッコ3としては形状等の共通点及び最低の認定これを行います。カッコ4形状等の共通点最低の個別評価ですがこれは「腰部」という言葉で言い表せることも多いんですが審査基準で腰部という言葉は使わずに説明しています。 すなわち対比観察した場合に注意を引くかどうかそして先行異将軍との共通点採点の対比そして機能的意味を持つ形状に材質に由来しているかということです。これらの要素を判断してその共通点採点が重要かどうかを見ていくわけです。 そして最後に総合的な類ー判断になりますがこれ基準は先ほど言ったように需要者括弧取引者を含むという基準です衣装が類似するためには原則として衣装に係る物品全体の形状と基本的構成対応を共通することが必要ただ基本的構成対応がありふれた形状でかつ共通点が顕著である場合には基本的構成対応による差異を超えて類似するということもあるんですね色彩については形状及び模様よりも類ー判断に与える影響は小さいと言われています ただ、透明についてはかなり影響があるというのは後ほど出てきます。高知省っていうのは日々累積されるので、高知省軍との対比に基づく評価は日々変わるということで、以前と同じではないということですね。さて、それぞれね、判決についてざっと見るんですが、この継手の事件ですが、高知省との対比は、要部を考慮しないで中立に行う。まず、高知省とは対比は中立的に行って、採点、共通点を見極めた上で、その対比 採点共通点についてはその重要性を判断するということなんですね。要部認定は共通点採点を抽出した後に行う。これが重要です。さて、今日の美観、要部認定をするときにいろいろなファクターがあるんですが、突き詰めると 5W1H。特に、不、需要者。過去取引者を含むんですが、これ取引者を言ってるのか、一般消費者を言ってるのか、プロが見てるのか、素人が見てるのかでかなり違う。とは How、How どのような角度で見るか。 俯瞰するのか、詳細に見るのか、どのような使用対応なのかが重要です。あと、when、流通過程なのか、取り付け前なのか、最終製品なのか、最終製品など見えている部分なのか、などが重要です。where、これも最終製品なのか、それとも売ってる状態なのか、パーティー会場なのか、などですね。あと、what、ー知衣装が何なのか。あと、which、実製品はどんなものか、技術文献としてどのようなものがあって、衣装工法としてどのようなものがあるか、このようなことも重要です。 このような各要素を踏まえて要部認定をしてその相違点を見ていく相違点共通点を評価していくってことになりますねこの中で高知省の積極提示による新規性主張という戦略がありましてこの点については書籍において詳細に述べているところですそしてこれは手トリパッド事件なんかはうまくいった例の一つ また、引用衣装は技術文献の代表図。すなわち、引用衣装は技術文献全体というときには、この候補全体が引用例で,です。例えば、ゴルフボール事件なんかは、本願衣装がこのようなゴルフボールで、引用衣装としてある候補だったんですね。この候補には4つの図面が出てる。これはバラバラじゃなくて、1つのボールを4つの方向から見てるんだから、フィギュア2だけを持ってきてはダメよ。フィギュア1や3や4を見ると、かなり違うとなりました。対象的なのがコロッケ事件。 このコロッケ事件では、引用衣装はこれ6個のコロッケはそれぞれ別々のコロッケだと、だからこのうちの1つを取ってきて、似ているかどうかを見ていいと,あと類比判断。この類比判断において混同が生ずる恐れを問題とする判決もそれなりにあります。すなわち、当該衣装とコーチ衣装はどのぐらい混同する恐れがあるかどうか。このスポーツ用シャツ事件なんかは、この事件では結局類似、すなわち新規性罰となりました。 この事件なんかも本願衣装は伸びると網目模様が変化するということが一つの特徴だったのでこれ、衣装的にこれを強調して動きのび衣装とすれば結論が変わったかもしれないなと言われていますあと。相違点が周知であるとこの影響力は小さいとされます。本錦衣装と陰陽衣装、ネジの巻いてる部分はすごく似てるんですが、頭は肩や四角、肩や十字で全く違う。しかし、この頭の部分はいろいろな形があるということで、これは相違点は周知であって。 ここは影響は小さいとなって類似すなわち新規性バスとなった事例ですまた引用衣装が観光物の図面に書いてあった時に図面から導かれる立体的な製品と比べることもできるという判決ですまたこのゴルフボール事件は引用衣装と微妙に違うんですがそこはまあ変えられると問題は変えるのにそれなりに技術的困難性があるという場合ですね発明であれば進歩性があるってことになるんでしょうか 衣装の場合には衣装の類比なので創作要請じゃないんですね類比なので技術的困難性があってもこの事件では適宜修正変更できる範囲に過ぎないということで類似の範囲内となって新規制罰となりました高知衣装が著名の場合なんですがこの場合には無効審判請求人の著名商標の場合この事件においては広く知られてるということでかえって注意を引くということでこれは類似新規制罰 ただこの点は微妙です。この腕時計の事件などは逆の立場を取っているところなので、まあ事案によると言わざるを得ないのでしょうか。あとは先ほども出てきた小さいもの、この網張事件なんかは東京市は肉眼で識別できないということで、引用一升の的確を否定したという事案ですね。重要でない部分が、引用例の一部が見えてないと。 ただ、それを言ってしまったら、雑誌に載ってるものは6面図なんか出てないので、みんな新規性ありになってしまいますね。結論としては、重要でない部分は一部視認できなくても、引用意匠の的確は丸だってことで、この事件なんかは新規性罰となっています。放送用容器事件も同様に、重要でない部分は一部視認できなくても、引用意匠的確は丸だと。長靴事件も同様ですね。一部見えなくても、そこは非重要部分だからいいと。 いいに透明でですすね。ね。透透明明ののものは表示義務がん法かどうかというのは衣装の類比共通点相違点の判断に影響しますそしてこの事件なんかは引用衣装の筐体は不透明のものだったので不透明の本件衣装とは別個の印象と美観を強く邪気するとして昼類似となりましたまた別の事件吸印記事件ですがこれはマウスピースカバーの部分が透明であって着色されているということもあって でそれによって中が見える中が見えることによって非類似になることが多いんですよねですから透明は本当に相違点を作る時には使えますしまた重足論の時に透明があると異合製品が透明でないとなかなか類似にならないということで透明は使い方が要注意また透明でなくても色分け模様は影響しますリゴフリ事件なんかは高1こ2の衣装はもうほとんど形同じだったんですけど本件衣装は真ん中を色で塗り分けてるんですね これによって比類時。もうこのテーブル用足事件。材質や物品が異なると言ったんですが、まあ、それが願書や図面で開示されてないということで、類似になってしまった。と。あと、文字ですね。衣装中の文字が模様と認められるかどうかについては、文字本来の機能を失っていると見られる場合には、模様としての創作性を認める余地があると言いましたが、このカップヌードル事件なんかは、カップヌードルという文字がもう見えていたんで、 これは文字本来の機能を失っているわけではない。このコカ・コーラ事件も同様です。あとは創作性が欠如したからといって、その部分が腰部に当たらないというわけではないという判決があります。タイムカード事件。ハンブラー事件も同様ですね。あとは使用対応が問題になる事件もあります。この美観というのは先ほども出てきたように、受容者による通常の使用対応を前提するんですね。当然箸を使っているところですね。 この事件なんかは、使っているところ、このリングがどのようにくっつくかを考えると、ひるいじとなった事案です。このゴムの事件も同様です。使用状態を示す参考図が決め手になって、使っている時の形がかなり違うということで類似、ひるいじ。ひるいじ、すなわち、衣装丸。これも本当に微妙なところなんですけど、イヤリングとピアス、全く同じ形であっても、使う時上下反対ですよね。で、使用状態のおけ美観が非常に重視される。 ということで U 字と逆 U 字は上下反対だから誤認混同することはないとしてこれは新規性丸になったんですねこのようにもう上下ひっくり返したら同じだとしても使用字が上下逆ってなるとこれひるい字になって新規性丸になることもあるこれが耳飾りを止め金具事件覚えておくといいでしょう技術的に意義があるとその技術的意義の部分は用部と認定されてそこが違うとひるい字になりやすいです リビオハサミ事件なんかはそう言っていますす観察方法ですねこの次のページの事件と合わせて見てほしいんですけど、接着テープホルダー事件。この事件では全体を三次元的に観察して類似、すなわち新規バツになったんですね。次のページはどうでしょう手にとって全体の形状も去ることながら、細部の形状も重要視取引者の注意を引く特徴として表出している。要するに、前のページのものは、 置いて全体として俯瞰してみたのに対してこちらの時には見方を手に取って全体の形状もさることながら細部も見るとなったら細部は違うということでヒルジンになったんですねですから前のページと合わせてみると本当に観察方法にによって結論は逆になるこれは衣装の目玉の一つなんですけど衣装って機能のみに不可欠な形状ではダメ。 これが衣装法5条3号で言われてるんですけど、反面、機能のみに関わるわけではないときには、その機能は養分になりやすいんですね。審査基準で言えば、対比観察したときに注意を引く部分になりやすい。ですから、機能のみでなければ、機能を衣装にとると非常に強いです。この上の事件なんかは、単に機能上の利点に由来するものとして、衣装の類似判断の要素としないことは相当ではないと。でそこを、相違点をよく見たんですね。次のエンドミル事件なんかも、 エンドビルのような機能的な物品については物品の性質上重要な機能を営む部分は当業者に注意を引きつけやすいそこが違うとヒルイジになりやすいんですねですから機能に関するところで従来のものと違う形を作っておくとその形状によって衣装は新規性丸になりやすいってことですね機能が評価されなかったマーキング用ペン先事件なんかもありますが、まあ、多くの場合 機能は重視されているのでこのような例外的な例もありますが全体としての傾向をよくつかんで出願していくことがいいでしょう見える部分見えない部分従業者から見えない部分は用具でないこの河原事件なんかは差し込み編があるんですけどこれはもう一旦差し込んだ後すなわち物品を使用に供したとは外観から見えなくなるので患者の注意や及びがたいといって類似見えてる部分は新規性ツ。これでも流通過程で明らかに違うんですよね だから誰が見るかで違う。この事件では家の持ち主ですかね。もう瓦が差し込まれて完成した後を見る人が観察者になったんです。しかし例えば次のこの警報ランプ事件。設置後は外観視できないが流通過程で外観できる。そして流通過程で取引の対象とされるということでこの取引者すなわち流通のものが見るとこれはもうもちろん違うということでヒ類人ジになった。 ですから、そもそも事実として、この本件衣装と引用衣装が似てるかどうかよりも、いつ見るのかで決まってるということですね。さっきの河原事件だって、流通過程で流通業者が見たら違うに決まってるんですね。いつ誰が見るかが決定的ということですね。あとはこのアブドラ・ニクソン事件ですね。引用衣装を過度に抽象化すると、似てる部分が多くなっちゃうんですよね。これ発明もそうなんですね。発明の時 特許の時も引用発明を過度に抽象化しちゃダメよってことがあるように衣装も引用衣書を過度に抽象化しちゃダメよっていう判決があるとどのように議論するといいのかその戦略上使えるところですね以上衣装の類似の中の新規性について説明してきました 5W1H に基づいていろいろな要素があるこれらを全て考えて権利者の場合もまた被疑侵害者の場合にもどちらの立場からも 主張すべきことを主張しつくしてってことが必要なんでしょう衣装の類似の侵害論についてです衣装の類似の侵害論について判断基準を確立した最初の裁判例としては平成9年の自走式クレーン事件が有名ですこの事件は丸 ①②③④④ というメルクマールを立てておりこれは今でも踏襲されています丸 ① 衣装に係る物品の性質用途使用対応および「丸2高衣装にない新規な創作部分を3尺して3」「取引者・需要者の最も注意を引きやすい部分を衣装の腰部として把握し4」「腰部において構成対応を共通にするか否かを観察する」今となったらこの4つの要素非常にポピュラーですがこれは自組織ーン事件で確立したと言われています。 実際の事件見てみるとこの本件衣装と被告衣装結構違うんですねただキャビンがあってブームが下がっているで反対側に機能収納ボックスがあるというパターンは同じそしてこのブームが真ん中にあって下がっているというのが基本的構成対応でこれが同じだったっていうことですねブームが真ん中にあって下がっている引用衣装があったらこれはもちろん比類似だったんでしょうけど初めてそうしたということで衣装は類似になって 原告が勝ったとということですね本件衣装の要部はキャビン、機能収納ボックス、ブームの構成対応及び排泄関係と認定されたわけですこれブームが左下がりすなわち前下がりという構成は技術的に意義もあったということも忘れてはいけない重要なポイントですすなわちブームが下がっていることによってキャビンからの視界が開けて行動を早く走れるということが技術的に可能になったという意義があるんですね。 このようなこともあってジソシックレーンはかなり違ううとととも思える被告衣装に対して類似の範囲が及んだということです次のこの増幅器付きスピーカー事件は透明な部分があってこれ比類似になりやすいんですけど基本的構成対応として面が平らな三角柱状系の筐体とドック部を組み合わせて衣装は他に見当たらないということでこの組み合わせが用部となってこれは同じなので類似となったということですね。 AC アダプタ事件も、これも、需要者の注意を引きやすい特徴的部分を判断して、これは類似になった事件です。取り殴事件、これはまた別の観点から面白いんですけど、本件衣装と被告衣装が類似するとなったわけですけど、この事件は、この原審の方も重要で、類似であるということは、被告製品が備える具体的構成対応の衣装が、本件衣装の関連衣装としても登録されていることから裏付けられるとなったんですね。すなわち本件衣装と被告衣装 どう似てるのかというところで要部認定しますよねその要部を認定する時に本件衣装と関連衣装で共通している部分が要部認定されこの要部が被告衣装と似ているとなったわけですですから関連衣装をいくつか出してある中でそこから要部を認定し被告衣装にぶつけていくことができるこの鳥み事件はそのように使える また、輸液爆事件も同様ですね、この関連衣装1、2、3、4、5とあって、そのどれにも共通している部分が腰部で、これは被告製品と同じということで、侵害になりました。また、これも典型ですけど、高知症装群に基づいて用部認定をして、その結果、この事件では非類似となった。アンサー自体は、両衣装において共通しているが、この脚部は、本件物品においては、受領者が注目する部分にかかる顕著な形態上の差異であるとなりました。これも 高知医師匠がどのようなものかによって結論は変わるということで、医師匠権侵害を主張するとき、また主張されたときは、どのような高知医師匠群があるか、またどのような観点から高知医師匠群を探せばいいのか、これがプロの腕の見せ所であろうと思います。そうめん流し器事件。本件医師と被告衣装で類似になったんですけど、このウォータースライダー型のそうめん流し器と流水プールのような回転器を配置した、この組み合わせというのが初めてだということで、 構成要素がかなり広めに認められた事案であるこのプレート事件なんかも同様ですね遊戯用表示等事件なんかも部分衣装の類似判断として侵害が認められた一事例と言えるでしょうこれサンダル事件も同様です透明これ透明の場合には比類児になりやすいんですが先ほどの増幅器スピーカー事件なんかもそうでしたがこのライター事件も類似となったいくつかの珍しい事例の一つですただこれは本件衣装と被告衣装1 これ不透明のものがまず類似となって続いて被告衣装2はこの被告衣装1を透明にしただけという事案でした。配布固めで被告衣装2も類似になった。でこの論理としては既存のライターの外部から視認し得る内部構造は被告衣装2とほぼ同様だと。だから透明で中が見えると言ってもその中が普通のライターと同じ。 ということで中が見えてもそれはよく知られた構成だから美観にはあまり影響しないということで透透明明ででももじゃななくても類似となった事案です逆にこの透明で比類値となったらこれ典型的な例で高気圧酸素をカプセル事件これ遺書の説明に本件遺書は透明の部分がないまたは少ない投資製品と比較して両者を含む取引者従事者に対し開放感があって明るく広々とした印象を与えるといって、まあ、透明の部分の意義を強調してるんですね。 それに対して被告製品が透明じゃなかったというのですからこれは非類似になっても仕方ないですから透明を入れると新規性丸になりやすいんですけど侵害では厳しくなるですから透明でも透明でなくてもいいと考えている時には透明パターンと不透明パターンどちらも出しておくというのが良いと思われます利用者の視点からは見えない部分がかなり異なっていたんですけどそれは用具でないと言って結論は類似となりました どのようなシチューション見るか、これはパーティー会場で一般人から見たら見えないというところはあまり重要じゃない要部でないとなったんですねこの事件ホテルはこの物を購入したものでもちろん見えてるんですねホテルからはだけどホテルで使っている時の客の視点を問題にしたということで非常に面白いし参考になります。需要者はホテルなんだけど客の視点で観察した。 利用者の視点から見えない部分は容部ではないこのカ階用ダイヤル事件で取り付けられて使用されるときその背面とか側面は6階に埋め込まれて見えない状態になるからそこが似てるからといって類似にはならないという事件です脳的に必然な構造があるとそこは容部ではないあくまで機能を果たすために必然的な構成ということで他の部分が容部になりますこのラック用カバー事件は本当に例外として認識しておきましょう なぜならこの後たくさん出てくるように機能的に必然な構成でなければ機能的に有用なところが養分になるんですですから必然だとダメなんですけど機能的にそこが重要だっていう時には目も引くので 機能的な部分は養分になりやすいんですね。ですから、このラック用カバー事件があるからダメなんだって考えてはいけない。例えば、角度調整金具用用道アーム事件なんかは、作用効果をそうすることに関する2枚のギア板の排泄状況などなどは注意を引かれると言ってますね。このヤスリ事件なんかも、受容者はヤスリ部の形状に着目すると言っています。この機能に不可欠な形状はダメなんですね。衣装法5条3項。 だけど機能作用効果に関わる部分に不可欠ではない場合には形状表示等を捜索し機能も含めて主張することが有用となります使用対応としては組み合わせて全体観察によって類似侵害となった事件としてタイルカーペット事件があります一枚一枚を見るんではなくて複数枚を組み合わせて床面に敷き詰めた際に受ける印象を重視したんですねブロックマット事件もこれ需要者は工事業者としたんですけどこの4分の1の炎上 これは4つ合わせて円になるということを重視しましたこれが被告製品とは違うということで比類児になった事件ですそしてこれは典型ですが腰部の形状が異なるとして比類児になったのがディスコ放送用容器事件腰部の形状が異なるとして比類児になったのが換気口事件などがありますね歯用インプラント事件も同様ですそして衣装権の腰部認定のために工事衣装を3尺するのにその範囲があるんですね すなわち登録衣装が遊戯台、これパチンコ台ですね。で、高知衣装が自習室であったときに、似てるとしても場面があまりに違うんですね。衣装の構成中に、高知衣装の構成と同じものが含まれていても、その部分が受容者の注意を引くこともあり得るから、直ちに衣装の用部となり得ないわけではないと。おつに衣装はプライバシー維持。本件衣装はプライバシー維持と反対に、むしろ風通しを良くしたものである。 ということで用と機能において同一たは類似ではないので本件衣装の用語を検討する上では三尺できないそして高知衣の三尺できる範囲を用と機能の関係から限定したという事案であります今日の話は衣装の類似の中でも心外論について話しました前回の動画の新規性の論点と基本的には考えは同じであるのですがやはり心外論は 本件衣装が広がりを持っていて被告製品は1点なんですねで。それと類似かどうかを見るのに対して新規制の場合には引用衣装がいくつかあってその引用衣装も幅を持っているその中に本件衣装が入るかどうか類似かどうかという考えなのでどちらかというと本件衣装の方が小さい概念になります。そのような関係がこの侵害論と新規制で当てはめにおいてはかなり違うと思いますが 基本的なメルクマールは同じということで考えていいのではないかと考えています。創作容易性です。すでに出てきた最高裁判決可。導性ホース事件が述べたように、新規制の時にはその判断主体は需要者。そして現在の条文では取引者も含む。これに対して創作容易性は投与者を基準に判断をするので、新規制と創作容易性で判断主体が異なるということでしたね。 ここれはは発明特許とと異なるところですさてこの捜査行為制一生法三条二項ですが令和元年の改正法で追加されましたこれは公然知られたもののみならず販布された観光物等によるものも捜査行為制の基礎となりました以前は 観光物が反布されてから何年経ってるからもう公然知られてるという議論があったんですけどこれからはもう一日でも前に反布されていればもうそれで創作用因性の基礎になるということですねなおあの重要なのは特許と違って新法施行後も公然実施公用は創作用因性のもとにはならないあくまで公然に知られてるか観光物に記載されてるかのどちらかでは公然実施ではまだ足りないということですね 改正後も観光物以外は知られる情報にあっただけではダメってことです審査基準は1つのパターンは置き換え2つ目のパターンは寄せ集め3つ目のパターンは一部の構成の単なる削除4つ目のパターンは配置の変更5つ目のパターンは構成比率の変更捜索要因の典型例として挙げていますななおこれ鳥事件なんか言ってんのは 法三条二項の捜索要因性については物品の類似性は問題としない6番目としては連続する単位の数の増減も捜索要因の類型ですねあと物品の枠を超えた構成の利用転用ですこれチョコレート事件なんかは計算機をそのままチョコレートにしたいい例えばペーパーウェイトの事件なんかはリンゴの形をそのままペーパーウェイトにした自動車をおもちゃにしたなどがあります最近の判決では平成30年の卓上式マット これは軽調用品の分野の引用衣装を卓上式マットに転用して、まあ、さらに縦横比を変えたり色の配置を少し変えた、これはまあ創作用意と判断された絵があります。これはもちろん軽調用品と卓上マット、違う物品ではあるものの近い物品であるってうことは当然影響してるでしょう。 ゲームの分割対応の変更とか、まとまりのある区画要素の削除なども創作用意となる一例です。また、既存の変化対応の負荷もありますね。変化する画像の創作費用意性の判断、これ重要ですね。これは変化の前後の画像のいずれも創作用意で、 かつ変化の対応も捜索要因これで初めて捜索要因になるんですですから変化する画像っていうのは捜索非要因になりやすいこれは画像には限りませんけどね反面権利範囲も狭いですよね変化の前後が同じでかつ変化の対応も同じ、まあ、類似なきゃいけないので、まあ、その辺はバーターと言えるでしょうさていくつかの裁判例を見ていこうかと思うんですけど 放送容器事件この事件は本願衣装全体は多様なデザイン面の選択肢から創意工夫をして創作したものだから創作用意ではない放送用容器の事件なんかは着装の新しさ独創性を有することを問題とするっていう判決なんですけど衣装のキャップの部分もキャップの真ん中の部分も胴体の部分もそれぞれ引用衣装があって寄せ集めただけこの事件では創作用意アクセサリーケース型カメラ事件これは 非常に基礎にとむ判決なんですけど、本願1章にかかる逃亡者がこの撮像部の位置を変更する動機付けが認められるから捜索要因となった事案です。一章は動機付けはあまり関係ないと言われていた時代末ですね。というか5年前ぐらいはそう言われてたんです。ただこの高部裁判所の事件では引用一章を本願一章のようにこの事件であれば撮像部カメラの位置を移動するような動機付けがある。 かかどうかを問題としたので特許の引用発明から本件発明への変更する動機づけがあるという議論に非常に似ているという印象ですこの動機づけという議論は同じ高部裁判長の検査用証明器具事件でも言われていますタワー型の引用衣装1を垂直方向に並べる動機づけはないでこの事件では捜索非容易となったんですね この検査用証明器具事件は、侵害訴訟もかかっていて、大阪公判の平成30年で、2523で山田裁判長のところでも同じ判断が出ています。これは先にこの高部裁判長の新規取消訴訟の判決があって、それを受けているので、大阪公判もこのように考えているかはまた別なんですが、大阪でも同様の判決が出ているとですね。 あの動機づけを否定したという例もあってこの「甲、はい、吊り下げ具」事件これは脳面の制約を考慮したとしてもなおさまざまな衣装を選択する余地があるということで捜索費用になった事件です遺憾の相違を捜索費用意の一理由とした事件としてケマパッド事件がありますこれはどのような溝感覚の幅を選択するかは当該衣装から受ける印象なども考慮して決定されるのだって相当程度の捜索性を要する 部分衣装ではこの引用衣装中の位置を問題とする例はあってこの事件なんかはありふれた手法に基づく複数の構成要素の組み合わせであっても新たな美観は生じうるそして衣装の構成要素の位置を異にする衣装からその位置を写象した構成要素だけを取り出して創作容易性を考えるというのは相当ではないそしてこの事件では創作非容易となりました その部分衣装が全体の中でどの場所にどの大きさであるかが重要で類比に影響すると言いましたが創作費用意の時にも引用衣装から違う場所にある部分衣装を取り出してきて比べて創作用意かどうかを判断してはダメよという事案でした肉眼で視認できない形状これは新規性の時にも出てきましたが創作用意性でも同じです この事件では、念取りの対応については肉眼で視認できないということで、衣装の美観のファクターとしては認定されませんでした。ですから、それを認定しないと引用衣装と似てきてしまうので、捜索要因になってしまったという事案ですね。逆に、小さくても取引時に拡大して観察することが通常だったら、これは OK。これ、新規制でも同じでしたね。ここのの事事件件でははコネクタ接続端子事件は 取引に際して物品の形状等を拡大して観察することが通常だったということでその小さい部分も相違点になって結論としては捜索費用意またこの釣り事件なんか別の観点から示唆的なんですが技術的に作用効果があっても捜索費用意性には関係ないんだと発明の方では予測できない顕著な作用効果を有していると進歩性認められやすい近似の 最高裁判決も述べているところですが衣装の方はそうではないあくまで美観ですからねあとは AC アダプター事件これも着想の新しさ独創性を問題として創作費用意となった一事例と言えるでしょう引用衣装同士を組み合わせることができるかという時にその機能が相違していると組み合わせにくいという問題がありましてこれは動機づけに通ずるものがあるすなわち発明の時も引用発明の組み合わせで同じようなことがある 基本的にパラレルかと思われますこの事件ではこの溝は陰陽衣装においてもこの周辺衣装すなわち組み合わせる衣装においてもどちらもラダーコール等を導くという意味では同様の傾斜部として見ることができるとして組み合わせて捜索要因になった事案です。いるの物品に基づいても捜索要因となるこれはまあ当然なんですけどマイクロニードルパッチなんかはそれをと述べた判決でしょう。金属製ブラインドのルーバー事件も同様です。 特許の進歩性と同じような理由づけをした感じとして道路用防柱削除工業者にとっては当然に考えつくことであるという論理で捜索要因になっています見られる改変は捜索要因になりやすいこのボルトの事件なんかは端部の形状はボルトカバーを取り付ける箇所に応じて工業者に選択できる特許でいう設計事項のようなことが言われて捜索要因になってしまいましたありふれた設定も捜索要因になりやすい透明度がグラデエーションによって変化する幅 これをどの程度にするかは単なる構成比率の変更に過ぎないから、当事者にとってはリフレット設定である、これは審査基準にも出ている典型例でしょ、う。公然知られたと言えるのには、交換されてからすぐではない、この2つの事件なんかは5年経ってるとか、相当期間経ってるから、もう公然知られたになっていたと認定されました。 先ほども述べたように令和元年の改正法で観光物も入ったので今後は関係なくなるんですがまだ過去の衣装について無効理由を主張するときにはこの公然知られてなければいけないのでこの2つゲーム機事件と有機器用表示等事件は参考になるでしょう重要な一部が視認できないときにどうなるかこれ新規制でもありましたが重要な一部は視認できないともうそれは公然知られた衣装ではない ですからそれをもとに捜索要因性を議論してはダメこれは照明器具用反射材事件なんかが言ってますねこれ新規制の時と同じ話ですこれはそうですよね重要な部分が見えてなくてそれをもとに捜索要因とは言えないでしょう捜索要因について見てきました新規制と重なる部分もありますが判断基準が新規制の時には受業者取引者であるのに対して捜索要因性の方は投業者が判断基準なのでその当てはめはかなり違うこともあるでしょう 最近は裁判所においては特許と同じ裁判官が見るということもあるのか特許の進歩性と似た判断をしているな例えば動機付けを問題にしたり設計事項と言ったり投業者が容易に創作できたかというフレーズを使ったりしているなという気がしますまあいずれにしてもこれらの裁判例今日はざっと説明しましたがこの規範部分当てはめの核心部分だけじゃなくてその他の 当てはめ部分で裁判所がどのような証拠を拾ってどのように認定しているかその全体像が重要ですもし実務においてどれかの裁判例が近いなと思ったらその裁判例の原点にあたってしっかり読み込んでくださいそうでないと足元をすかれることもあるでしょう異性権のの行使利用関係その他についてですまずこの一生権の行使権利侵害の場合ですがこの平成22年のマンホールの負債用浮却事件なんかは こう言ってるんですね。取引者、受容者の最も注意を引きやすい部分を衣装の腰部として把握し、登録衣装と相手方の衣装が衣装の腰部において構成対応を共通にしているか否かを観察する。と言って一般論を述べています。この事件では昼維持になった事件です。前の動画でも出てきたように、自走式クレーン事件において、まあ、このようなアメリカマールが確立して、これは踏襲されているところです。このバリケードの事件なんかは、 以上の類比は取引者及び需要者びが判断する。これはもう条文通りですね。そして、手下カゴ事件。これは、需要者として把握されるのは、スーパーマーケット等の購買担当者である。誰が需要者かを意しますね。続いて、どう見るか。やや斜め情報から、カゴ全体が視野に収まる程度の距離を置いて観察するのが通常である。ですから、そのように、このスーパーマーケット等の購買担当者が見たときに、類似しているかどうかで決める。 とということですね誰がいつどのように見るのかまたどのような引用衣装があるかなども重要ですけど何と言っても誰がどのように見るかは本当に重要です。タニタの体重計の事件ですね。これは結果的には本衣装は昼維持ですけど関連衣装は類似になりました。これは透明のガラス板の形状がほぼ同じであって患者に与える共通の美観を凌駕するものではない。採点は少しあったけど、まあ、共通点の方が大きかったということですね。これはもう 共通点と採点を見いだした上で用、まあ、部が似てるかどうかを判断してあとはその採点が共通点を凌駕するかどうかで決めるってことですねそしてこの事件なんかをさらに面白いのは本意証は昼類似になってしまったんですけどやはり本意証もあってよかったこの本意証についても損害計算においては計算されたんですねさて洗顔登録遺書の利用衣装法26条の問題ですがこれ商標権と違うので確認しておきましょう 洗顔の登録衣装の類似範囲には占有権衣装法23条があるのでががんのの衣衣装装登録と類似すするる部分は洗顔の権でで実施できるんですねその前に一見るとこれ甲板の衣装そのものが洗顔登録衣装の類似範囲に入ってしまったらもう甲板の衣装は洗顔と類似すなわち新規性×なのでそもそも登録されないですね。 ただ真ん中の図のように抗がんの一生自体は洗顔登録一生の新規性の範囲の外類似じゃないので登録はされるんですねただ洗顔の類似範囲と抗がんの類似範囲が一部重なるってことはありえますよねその時にはそこは洗顔の登録一生者が使えるとまたこれ洗顔の登録一生者は これ登録できなくてもその部分を使えるという条文がありますし、また期間満了後もそこを使えるという条文がありますので、まず衣装を出願しておくということで様々なメリットがあると言えるでしょう。だから参考までに下に書いてある商標の形では、洗顔と抗顔の類似範囲が 重なっている場合にはそこは蹴り合い現象で両者ともに使用負荷になってしまうだから洗顔だからもう圧倒的に有利もうその範囲は全部使えるんじゃないんですね専用券はあくまで同一の範囲だって類似の範囲は禁止券しかないこれが商標だって衣装と違うところ次に 登録衣装の利用という問題なんですけど、これいくつかの重要な裁判例があります。まず、ちょっと古いんですけど、昭和45年の学習机事件。これは利用関係が成立する対応は大きく分けると2つ。まず、1、衣装にかかる物品が異なる場合、A 物品について他人の登録衣装がある場合には、これと同一または類似の衣装を表した A を部品とする B 物品の衣装を実施すると、これは利用になります。 また丸に衣装にかかる物品が同一である時は他人の登録衣装にさらに形状模様式サイ等を結合して全体としては別個の衣装とした時これは利用になるとでいずれの場合も衣装中に他人の登録衣装の全部がその特徴が破壊されることなくかつ他の部分と区別しうる対応で存在することを要するですから混然引退となってしまったらもう利用関係は整理しないんですね これ難しいんですよね衣装がそのまま入っていて特徴が破壊されてないんだけど区別はできなきゃいけないんですねという事案ですこの机の事件なんかはこれは簡単な事例でしたね1階建ての机に2階部分をくっつけただけで1階部分の特徴は破壊されることなく2階部分がついてこれは区別し得るという典型例でしただんだん複雑になってくるんですけどこのノコギリの事件は一部外観に現れない場合の利用関係です この事件では、たとえ一部が絵の中に挿入されて外から見えないとしても、対象衣装の一部を実施しているに過ぎないということはできないとして、利用は成立しました。 これは、この事案においては、成立しないとおかしいという事案だったと思うんですけど、見えないのに利用してるっていうのはどういうことなのか、理論的にはやや疑問を残した事件。外部から認識できないともう利用にならないという事件もあります。この原則機事件なんかは、物品が異なるといった上で、本件登録衣装の要は、本件製品の衣装においては外部から認識できないから利用不成立と。この事件では、この要部が外部から認識できないという事案だったので、先ほどのノコギリとは違う事案だった。 と整理することもできるでしょうコネクタ事件はこの異性権侵害においては流通過程において外観に現れず視覚を通じて認識できない物品の隠れた形状を考慮すべきではないとして利用は不成立になった事案ですその控訴審においても結局控訴棄却されてしまったっていう事案ですね外部から一部しか認識できない場合の利用関係なんですけどこのカップリングホーン事件なんかはまずホーンとスピンドルは物品比類似といっ た上でそうであっても利用になるかということを見たんですが、流通過程の中で外界に現れず、資格を通じて認識することはできない。物品の隠れた形状はこれを考慮できないとして、利用は不成立になってすですから、やはりノコギリの事件だけが、まあ、例外的に認められたということでしょうかね。完成品に対する部品の一生懸命の効力。これは利用にならないとやっぱりダメということでしょう。 このラップフィルム積み具事件なんかは、被告製品はラップフィルム積み具に相当するんですがそれはもうラップフィルム製品の一部分として一体に形成されてるんですね。利用は不成立なんです。で、全体のラップフィルム製品とこのラップフィルム積み具を見ると、今度は物品がひるいじってことになってしまって、結局、衣装券じゃ負けてしまったということで、もう一体化してしまったらダメなんですね。そして、 原告放送用箱の他の部分と完全と区別して監視できないから本件登録必要の利用とならないとなっています礼不寺事件なんかは礼不寺とブラジャーは物品比類似であることを前提にだけどブラジャーの中にこの礼不時の衣装が含まれているという方眼関係であってかつ特徴を残していてまあ、区別もできるということで利用関係が存在するということを一般論として述べました ただ本件においてはそのような関係がないということで利用は不成立になった結論はダメだったんですけどこの模様においてもこの模様に関する織物とそれによって作った衣装この事件ではブラジャーとの関係での利用関係もあり得るという一般論を述べたことでこの事件は参考になるでしょう形状だけの衣装と模様を付した衣装との利用関係この袋の事件なんかは形状だけの衣装においては余白の部分は色彩や模様の原点はない 新規の模様を創作したものは形状が同一だったのは別の出願として衣装を出願できるんですねただ戦艦衣装と利用関係の有無は別個の問題だってその場合でもなお26条の問題はありますよということですちなみにこの下に書いた瓦事件なんかは登録衣装は模様がないということを要部とする この場合には模様付きの瓦とは利用関係にはないとされています。トイレタンクシート事件なんかは形状だけの衣装と模様付した衣装との間の利用関係を問題にしました。 この事件では原告の衣装は本件遺書にかかる構成対応全てをその特徴として破壊することなく包含しているかどうかという先ほどの学習机事件が述べた利用関係のメルクマールを立てた上でこの事件ではそうではないもう特徴が破壊されているということで利用不成立となった事案です。これ似た事例ですけど、こののの形状により示されている遺書との対比で被告遺書の 色彩模様は無関係ですから衣装が形だけとなったら模様色彩は関係ないんですねこの顕微鏡事件これは衣装の説明として材質紙やプラスチック等の板状色彩分用はデザイン次第であると書いてあってこの衣装は形状によって示されている衣装だだから模様や色彩によってひるいにならないという判断がなされた事案です。 この事件のように衣装の出願において図面を書き起こさないでサンプルの写真で出すことありますよねそのサンプルの写真に模様や色がついている時その色や模様は関係ないと衣装の説明に書いておくことが重要ですそうすると形状の衣装であって色彩や模様には限定されないということで広く取れる権利侵害衣装の更新について説明しました 何といっててもこの利用関係については学習机事件が重要です。学習机事件では利用関係が成立する対応として2つ述べていて要するに他の部分と区別できなきゃいけないんだけど衣装の全部が特徴が破壊されなく入ってなきゃいけないということで認められにくい反面もあるまた他の事件でその衣装の部分が隠れて見えないんじゃ利用関係も成立しないという 判決もありますので、まあ、これらの判決を踏まえながら各実事案において当てはめを試みるということになるでしょうその時は各判例の中身を必ず見てくださいここではあくまで抜粋しただけで本当はもっと精緻に当てはめているからです関連衣装についてです関連衣装は令和元年の新衣装法授受以降で 大きく変わりました進歩によれば本衣装の出願から10年間同一出願人であれば関連衣装を出し続けることができるということですその存続期間は基礎衣装これは最初の本衣装ですけどこの最初の本衣装の出願日から25年間であの関連衣装を独自にさらに伸びるというわけではないそれはそうですよねこの関連衣装10年間ということもさることながら 本衣装と類似の類似の範囲、すなわち関連衣装が本衣装と類似して、その関連衣装と類似していれば、さらなる関連衣装を出せるで。類似、類似、類似と言っていくと、本衣装、すなわち基礎衣装と非類似の衣装までどんどん関連衣装を広げていくことができるんですね。でそのような一生権の群を、事後的に10年間構築できるということで、これはかなり使いやすくなりました。 この新衣装法十条4項関連衣装のみに類似する衣装も OK ということです当該関連衣装が消滅しているともうダメなんですけどとにかく本衣装関連衣装を全て活かしておけばどんどん類似の範囲を広げてずらしていくってことができるトレンドを追いかけることができるってことですねなお本衣装と非類似と判断された場合には別個の本衣装としての出願に切り替えることもできますから類似範囲を確認するという手段としても有用です ですから、関連書と本意書が類似するかどうか問題となった時、電気洗濯機事件などで争った事件もありますけど、まあ、そうでなくても、それなら本意書として出すということも可能ということですね。この関連書の使い方、すでに前の動画でも出てきたところですが、例えばこの侵害論においての鳥鍋事件なんかでは、この原神ですが。 類似であることは、被告製品が備える具体的構成対応の衣装が本件衣装の関連衣装と登録されていることからも裏付けられるとして、まあ、要するに関連衣装が養母認定に寄与し、そして侵害論のいて衣装権者に有利に働いたという事案です。次の有益バック事件も同様でした この縦横比の寸法比は関連衣装中に本件登録衣装とは縦横の比が大きく異なり本件登録衣装より横長の印象を与えるものも存在するということからすると用部というのは真ん中の形であって縦長横長はあまり関係ないということで何を用部とするかがこの事件でも関連衣装によって導かれそれが被告製品も備えているということで被告衣装は類似そして衣装賢者の勝ちとなったわけです。 まあこのように関連衣装をうまく使うと何が要部かをあらかじめ自分で決めてそれを出していくことができるので心外訴訟においても有利に進むと言えるでしょうこのページのこのマツダの車が、まあ、これマツダに限らないですけどねどんどん進化していくでやはり進化していくといって でも各車のデザインはだんだん変化していくだけであって全く変わるわけじゃないということでその流れに沿ってんですねですが今までの関連衣装だともう本衣装が登録して公開されてしまうと新しい関連衣装を出せなかったんですが今回は10年間であればどんどん出していけてしかも最初の衣装と類似していなくてもいいということでこれは使いやすくなったと言えるでしょう 模式的に書いたところなんですけど、腰部を変更しないでモデルチェンジをしていく、この1から7の輪っかですね、1、2、3、4、5、6、7と輪っかがだんだんずれていくんですが、どの衣装も前の衣装の類似範囲には入ってるということで、このように出していくことができる、10年間ですね。 それと公開後1年間認められる新規性喪失の例外と合わせて活用することで市場テストしモデルチェンジの方向性を後出し的に決めていくすなわちモデルチェンジいくつかの可能性があってその中でどれを採用するか採用した後1年以内に新規性喪失の例外を使ってそれを関連衣装として出していくことができるこれは企業の戦略上かなり使えますなお関連衣装における戦略の一つとして このページに書いたようなことがあると思われますすなわち「衣装権は出願後に現れる用部を共通にするがひ類いである衣装群の影響で権利範囲は狭くなるという事情がありますこれを見てみると以下のモデルは A を用部とする本衣装を出願した後とやはり A を用部とするがひ類いという他者衣装がだんだん寄せてくるという展開がありますここでは足すにまでが類似範囲としておきます 令和元年の改正前っていうのはこの A の本衣装が公開される8ヶ月ぐらいの間に関連衣装を出すんですが A+1A+2 ぐらいまでしか出せないですね A+3 になってしまうと A とヒルいですからね他方ライバル衣装っていうのは最初は遠くにいるんですけど A を真似てるんですね A+10 とこれだんだん寄せてきて A+98765 ともう A+5 とかまで来てしまうするとこちら A+2 まで持ってるんですけどだいぶ近づかれちゃうんですね かといって昼維持なのでそれを排除することもできないってことになるこれは時代の流れに沿って令和元年改正法では公開後も ATAS3、ATAS4、a t フ s 5って出してくるんですねですからライバル寄せてきてもこちらが先に寄せ返して関連衣装を出すともう a t フ s 5まで取ってんだよね ATAS6、ATAS7 まで こちらのものと何ならば A タフ 8A タフ9っていうのもどんどん先に出しちゃってライバルが寄せてくることを完全に封じることもできるこれを公開後も10年間できるっていうのが本当に大きい今までだったら公開後はもうライバルがどんどん寄せてきてももうこっちで新しく出せないんですねでも今であればこれをどんどん出していってライバルを寄せ返し跳ね返すことができるので権利者有利権利者の権利が正当に守られるようになった とといううことでしょうあとこのコラムとして書いたんですけどこの「意証権の範囲は出願後に狭くなるのかこれ不思議な話なんですけど誰に聞いてもそうだっていうんですね例えば折りたたみ式の携帯電話をちょっと例にしましょうこれが初めて意証登録出願された時は初めて出たんだから取引者・従由者の注意を引く部分要部は折りたたみの部分すなわち折りたたみの携帯電話が広く類似範囲に含まれそうですねですから侵害論においては これがヒロインだから独占できるとただ折りたたみ式の携帯電話が市場にあふれてくるとどうだろう、これいちいち侵害訴訟で止めていれば別なんですけど、まあ、止めないうちにどんどん広がってくると折りたたみの部分は取引者、住所の注意を含む部分、要部ではなくなってくるんですねで、類似範囲は狭くなってくる、すなわち折りたたみだけでは類似じゃないとなってくるんですね。 ですから異なるデザインの折りたたみ式の携帯電話には新規性が認められて独占の範囲が削られてくるとここで侵害訴訟についてどうかというとこれは本件以上の出願時ではなくて被告製品と対比する時点が判断の基準時ということになるのでこの出願時にはなかったものであっても被告製品と対比する時点事実審の言葉の集結時というんでしょうその時にはいろいろなものがあったならばそれらを考えて取引者・受領者が どここにに注意ををかかれれてそれを類似ととと見るかということになりますするとね逆に言うとこの出願後10年間認められた関連詞制度を活用することでライバルが寄せてくることをどんどん防いでいくですから折りたたみ式の携帯電話をどんどん出されることを防ぐということが重要なんだろうと考えられます、まあ、実事案としてこの折りたたみ式の携帯電話を初めて開発した人がこの折りたたみということで 最初の衣装をでなかったというように言われていますまあ、そうだとすると寄せを跳ね返すこともできなくて折りたたみ式の携帯電話が世の中に蔓延しているということなんでしょう今衣装系の範囲が高知症によって狭くなるという話をしましたがこれは侵害訴訟において高知症の三尺という論点ですから敷衍して少し説明しておきます 証券侵害訴訟で本件登録1章の出願後の工知衣装を参照している判断を行った例としてはこのライター事件なんかがありますまた、新経取り消し訴訟すなわち衣装の新規性創作用意性の文脈で工知衣装を見たときその工知衣装の基準時は引用衣装の出願時とした裁判例がいくつかありますこの指揮用レール剤事件や自動車用タイヤ事件などがあります でですすかからこれれ特許発明ととはちょっと違うかもしれないですね高知衣装を見るときその衣装はどう見るかというのはその引用衣装が出願されたその時を見るんですこれ発明の時って本件発明が引用発明と同じかそれとも信奉性あるかと見るときにはその引用発明を本件発明の出願時の闘牛者の技術水準で見ますよねですからこれは特許とやや違うのではないかと言われています このように関連衣装は令和元年改正法で入った新しい内容なのでこれをどのように各企業が活用していくのか今非常に重要なところだろうと思われます特に令和元年改正法施行後6ヶ月8ヶ月経って本衣装基礎衣装になるものが公開された後、さらにどう展開していくのか各企業の戦略が試されるところでしょう これは今後の裁判例も注視して戦略を常に考えていくことが重要と考えられます部分衣装についてです部分衣装は衣装法2条1項で独立して取引対象でない物品建築物画像の部分の衣装と規定されていますこれは実践で示すことになっていますが この部分衣装の周りである全体の衣装を破線で示してこの破線が部分衣装がその全体の中のどの位置にどのような大きさであるかを示しているということになっていますそして今から出てくるようにこの破線も類比判断に影響するすなわち部分衣装っていうのは部分が全く同じであってもそれがどこにどのような大きさであるかが類比判断に影響するからです その典型的な一例としてこの放送用箱事件東京地裁と交差審の知財交際を見てみると登録衣装とそれ以外の衣装が類似であるか否かの判断は受容者の資格を通じて起こさせる美観に基づいて行う衣装法24条2項これは部分衣装においても異なるものではないと明言した判決ですそれで中身を見てみるとまず部分衣装特有の登録要件として審査基準はこう言っています一定の範囲を占める部分であることこれは 1衣装登録を受けようとする部分が線のみじゃダメ面積を持たないといけないよということですもう一つはシーウェットのみではダメ一つの閉じられた領域でなければいけないとあと他の衣装と対比の対象となり得る部分でなければいけないですからペットボトルのどの部分を取ってきてもいいんですけどいろいろな部分にまたがる一部だとこれどう対比していいか分かんないのでこれはダメだということですね さて、審査基準で部分衣装の新規性、高知症との類似判断についてどう言ってるかというと、カッコ1からカッコ7までのように言っています。これは裁判所も基本的に同じです。カッコ1、両衣装にかかる物品の認定及び類似判断。これも同じですね。カッコ2、衣装登録を受けようとする部分と、高知症の相当する部分との用途及び機能が共通するか。そしてカッコ3番。 これが本当に重要。衣装登録を受けようとする部分の当該物品等全体の形状の中での大きさ、位置、範囲と、高知衣装の相当する部分が物品全体の形状等の中で位置、大きさ、範囲、これが共通するかどうか、またはそれがありふれているかどうかが重要だ。あとは両衣装の形状等を認定する。そして 5番形状等の共通点不相点認定し、6番形状等の共通点不相点の個別評価をして、7番総合的に類比判断これらは全体衣象であってもほとんど同じですが、3番が重要これ何度,何度も言いますが、部分衣象においては、この全体衣象の中で部分衣象がどのような位置、大きさ、範囲になるかが、類比判断に影響している、これは裁判所もそうだし、審査基準でもそうなっているということです。 ここで出願戦略の話なんですけどね部分衣装をどう取るか特許発明っていうのは構成要件を付加すると発明の範囲は必ず狭くなりますよねただ登録衣装の場合そうではないんですね A たす B という登録衣装と A たす B たす C という登録衣装は A たす B たす C の方が必ず狭いかというとそうではないんですね被告製品が C が全く同じで AB が少し違うって時は A たす B たす C の場合には C が同じ A と B が少し違うということで類似になりやすいでも A+B の場合には C そもそもないんでね A も B も少し違うってことで類似になりにくいということなので A+B+C の方が必ず狭いっていわけではないこれ部分衣装と全体衣装ということに考えてみると部分衣装として A+B を実践にする場合と A+B+C を実践にする場合で後者が必ず狭いわけではないんですね C が同一である被告の衣装部分衣装に対しては後者 だから A+B+C で C を入れてある方 C も実践にしてある方が強いので方眼関係にある複数の部分印象を取得するってことは戦略的に意義があります A+B を実践にする場合と A+B+C を実践にする場合でどちらが必ず広いってわけでもないのでどちらも取っておくこれはもちろんどのような戦略でいくかどのような被告製品があり得るかによるわけですけどとにかく複数取っておくって意義があるわけです なお損害額計算においてもこの販売額っていうのは部分衣装より全体衣装の方が多くなりますし A たす B よりも A たす B たす C の方が大きくなるでしょうこのようなこともあって部分衣装と全体衣装これが方眼関係であっても両方出願することが多いですなお衣装登録出願においては6面図を掲載する必要が今はなくなりましたよねこれどういう意味かというと6面図がないということは図面がない方向から見た衣装は2であるすなわち部分衣装ってことなんですね その面がある方だけが決められていて他の方はまあどうでもいいということで部分衣装と認定されていますプーリー事件は部分衣装の部分の位置が類似判断に大きく影響した事例本願衣装は部分衣装であるディスク部がへこんでたんですねへこんだそこにあった引用衣装は本願衣装の部分衣装に対応するディスクは平面ですからまあどちら真ん中辺にあるんですけどへこんだそこにあるか平面かが違った ここで部分衣装の破線は物品全体における当該部分衣装の位置大きさ範囲を隠するということで本該衣装と引腫衣装はディスク部の位置が異なるので神経取り消し、ひるい神規性もあるとなったんですね。なおディスク部にこのへっこんでいる部分を設けるということは適宜選択される程度に過ぎないとしてもこの創作用意性の問題は別の話であるから上記判断は左右しない。 ですからこれ、へこんだ部分にこの部分衣装を置くということは捜索容易かもしれないですけど、この類似・非類似の話ではその話を出してもダメよということになっています先ほどの放送用箱事件、これ戻ってきてもう一度見ますと、本件衣装では別の面に放送用箱の開口部が設けられ、アクセントパネルは開口部としての機能を有していない、単なるアクセントなんですね、そして被告衣装はアクセントパネルが開口部として配置されている。 ですからまずこの本件衣装と被告衣装アクセントパネルの部分がシャープかでっぷり太ってるかで違うとなったんですけどまあこれを置いてもですよこの部分の機能が異なるということで部分衣装の部分の機能が異なるこれが非類似字という結論に導かれる理由とされたので部分の機能が類似判断に影響した事例としてマークしておくべきでしょうあと部分衣装の範囲ですね これ1点左線が何を意味するかという意味ではこの陽動アーム事件が非常に重要ですこの事件、ロ1号、2号、3号とありましてこのロ1号はここに図面のとおりですねロ2号というのはこのロ1号から着色した部分を取っ払ったんですねこの赤い部分だったロ3号も同じロ1号から着色した部分を取っ払ったさあこの着色した部分は取っ払っても類似なのか すなわち本件衣装の部分衣装にこの赤い部分取っ払った部分は入っているのかどうかというとまず「ロ1はこれはもう完全に類似問題は「ロ2「ロ3の取っ払った部分が本件衣装の部分衣装に入っているかどうかということなんですが「ロ2の方は類似になりましたすなわち切除された着色赤い部分は本件衣装2において部分衣装とされた範囲の外であるそれに対して「ロ3の方はこれは非類似だった これは先ほどの「ロー2とは逆で切除された着色部分は本件衣装2において部分衣装とされた範囲内であるこれは本件衣装が一点左線で示した中にこれ「ロー3の赤い部分は入ってますよねでそれに対して「ロー2の方はそこが点線になっているということで異なる結果になりました この部分衣装に入ってるのか入ってないかそう点は部分衣装の範囲内なのか外なのかこれがギリギリのときにはこの「ヨードアーム事件」をしっかり読み込んでみてくださいなおですね衣装の説明の欄に1点左線は部分衣装として衣装登録を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線であると記載しておくとこの議論がより役に立つでしょうちなみにこの審査基準でどう言ってるか部分衣装における破線と 一点左線の意味なんですけど破線は登録意装を受けようとする部分実線以外の部分を書いて部分衣装の位置大きさ範囲を示すこれ出てきましたねこれに対して一点差線っていうのは部分衣装としての登録意装を受けようとする部分とその他の部分との境界のみを示す線であってこの一点左線によって部分衣装が隠されるわけではないということです以下の例なんかは破線は長方形一点左線直線であるが 曲線の部分があってもただし極端な変更があると部分衣装の位置大きさ範囲自体が異なるとなってひるい字と評価されることもあり得るところですあと部分衣装のパターンとして図形の内部に破線がある場合これも部分衣装ですねこれは図形の中に破線等があってそこに表された位置に形状等を特定しない部分下の例では部分衣装として衣装登録を受けようとしない形状特定しない窓 を有する衣装として取り扱われるこのように決まっていますですから、まあ、形は問わないんだけどそこに窓があるという時には全体衣装の中に破線を書いて、まあ、そこに窓を描くこの位置にこの大きさの窓があるということを示すことができますそして部分衣装において製品ごとに類比判断が分かれた一つの例として検査用証明器具事件があります この事件では、この被告製品との対比において、正面あるいは斜め前方から間接した程度でネジ穴の存在を認識することができないということで、そのネジ穴の存在は、累似判断に影響しなかったということで、類似、侵害となったんですけど、別の被告製品、この2号製品は、被告製品の外周面に違う形があった、この図を見れば一目瞭然ですよね。 ということで非類似になった、まあ、この事件は部分衣装に関する法律論があるというよりも被告製品ごとに形が違うから部分衣装との類似判断が分かれたというだけと整理すればいいでしょう最後にアイマスク事件ですねこの部分衣装では共通点採点の評価に高知衣を三色する、まあ、これは部分衣装には限らないですけど部分衣装で特にこれがなされた 例としてアイマスク事件が挙げられますこの事件では共通点も多いものの,の共通点は拘置所にでにられている他方相違点は拘置所にないものだから強く需要者の注意を引く出願経過でも原告はそのように意見を述べているということで結局拘置所にない部分が強く需要者の注意を引くこれ裁判所の言い方を使えば要部ですね になるとといううことでそこでそが違うのだから非類似となった事案ですこの論旨はもちろん部分衣装でなくて全体衣装でも同じなんですが部分衣装で特に問題となった事案としてこのイマスク事件は有名なので部分衣装の時にはこの事件をよく読み込むといいでしょうでは部分衣装の類比また考え方部分衣装の破線実線そして一点左線がどのように意味を持つものとして扱使われているのかどのような裁判例があるのかを示しました 実際、実事件に接したときには、これらの裁判例の中身を見て、戦略を立てていただければと思います。画像の衣装についてです。画像の衣装も令和元年改正法で大きく変わったところでありまして、物品に記録表示される必要がなくなったなどがあります。 条文を見てみますと画像かっこ、機器の操作のように供されるものまたは機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限り画像の部分に含むということなので物品の操作に供するかその物品を使って表示されればいいので物品自体に記録されてなくてもいいし物品自体に表示される必要もないということになりました。 ですからクラウドに保存されていって配信されてくるストリーミング画像でも OK ですしスマホなどの機器に表示する画像でなくて道路などに投影した画像等でも OK となったわけです操作画像や表示画像としてはこのページにあるような例が挙げられるでしょうそして電子計算機の汎用機にソフトウェアをインストールすることで表示される画像も登録できることになりました その場合、どのように特定するかですけど、〜機能付き電子計算機と特定することが必要です。なお、要注意なんですけど、〜機能付き電子計算機と〜機能付き腕時計っていうのは、権利範囲は異なるということになります。新法であっても〜用画像とか〜用インターフェースっていうのはまだ認められていない。丈夫に戻って機器の操作のように供される、または機器がその 機能を発揮した結果として表示されるものこれが画像なんですけど実は旧法の遺書法2条2項には今と違った定義があったんですねすなわちこれが消えた旧2条2項括弧書き問題と言われるものですが以前は当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限るという限定がありましたですから機器の操作のように供しているだけでは足りなくて以前は 機器の性能を発揮できるるる状態ににするために行われるものこれだけが操作だったんですけど今は操作のように供されるものであればよくてこの操作をさらに限定する過去書きが削除されたんですねこれは特に意味がないという説もありますし操作を限定的に捉えないやや広げて捉えて画像として登録できる範囲を広げようとしているという説もあります まあこれは今後特許庁がどのように判断するかそして最終的には裁判所がどのように判断していくかで決まるところでまだ決まってないところですが条文上は限定が減っているということは覚えておくべきですし従前の裁判例と異なる判断も出うるというところでチャレンジするる価値があるところでしょう。さて画像の衣装の令和元年改正法についてですがこのように言われてるんですね。 映画やゲーム等のコンテンツ画像自体は保護対象には追加しないそして画像が関連する機器等の機能により一定の限定にかかるようにすることが考えられるこれが衣装法の見直しの中で議論された内容ですまた新法では衣装にかかる画像の用途を願書に記載する義務があるとされていますここまでは当たり前のことなんですけど、まあ、どこまでがコンテンツ画像でどこからがそうでないのか というう問題は今後もあるでしょうこれは前のページであったように操作の限定が従前はかなり限定的な条文があったのが削除された消えた Q22 項格まき問題がありますのでどこまで広げて登録されるのかが今着目されています。 例えば、ポケモン GO で画面をスライドするとポケモンボールが出るという場合に、これはスライドすることによって操作をしている、操作のように強してるって言えるかもしれないですね。いや、言えるんではないかと思います。そうだとすると、それも操作のようには強してるんだから画像として登録できる。コンテンツ画像ではないってことですね。その他、スマホゲームなんかでは、多くの場合、スマホの表面をいじると、 ある操作ができるってことが多いのでこれはもう操作のように共するコンテンツ画像ではないとして登録されるんではないかと思われますさて旧法では表示画像操作画像のうち物品に記録表示されるものだけが保護対象でしたが令和元年改正法後は物品に記録表示されてなくてもいいこの例としては旧法でダメだったサーバーに記録されてその都度送信されるストリーミング画像ですね また道路に表示されるものなどが×でしたが、これは今は丸になったということで、特許庁の資料にも出ています。でコンテンツ画像は今でもダメってことですね。画像の組み物のまあ組み物はあまり使われないんですけど、画像でもこれはできると。画像の衣装の衣装のかかる物品の欄にどのような記載をすればいいか、これは特許庁の方からいくつか出ています。インターフェースの GUI 衣装券の類似範囲として、このような例があるから参考になるでしょう。 そして画像の1章について変化する画像の時それが一章と認められる例認められない例これはもう審査基準で出ていますので参考にしてみましょう認められる例としては例えば1物品の同一機能のための画像2形状等の関連性が認められる画像のうち図形の移動同一図形の増減画像内のレイアウト変更追加的な画像の展開 そして2形状等の関連性が認められる画像として図形等自体の暫時的変化共通のモチーフの連続的使用などがあります変化する複数の画像が1位称と認められない例として特許庁が審査基準で言っているのは異なる機能のための複数の画像形状等の関連性がない画像この例なんかでは変化する画像として拡大正面図に上の右から2つ目ですねこののようなな変化するものはダメな例として 上がっています変化する画像の関連衣装としてもパテント紙でこのような例が紹介されたことがあります画像の衣装のポートフォリオ構築戦略なんですけど平成28年の審査基準の改定で物品にあらかじめ記録表示される必要がなくなくったんですねこれは条文ではないんですけど審査基準の改定で大幅な緩和でした。 そして令和元年ではこの改正は物品に記録表示される必要もなくスマホに配信される画像も OK となったわけですただ日本法ではなお機器との関連性は必要ということなのでコンテンツ画像はまだ保護の対象ではない機器の操作のように供するまたは機器がその機能を発揮した結果として表示されるものに限られるという制約は依然としてあるわけですですですから配信者は画像を操作画像または表示画像と位置づける 必要があってまたそう位置づけることによって今までとは違った一生懸命保護を受けるチャンスがあるこれはプロの腕の見せどころでしょうそししててて動動画画についても動く画像として撮るチャンスがあります先ほども言いましたが FNF ゲームなんかで配信される画像中の操作に供されるキャラクター及びその変化画像や1ゲームの位置を示す画像やその変化などは 令和元年改正法後は画像の衣装として登録できるのではないかと言われていますこの映像装置付き自動車事件これは令和元年改正法前の事件なので結果的には衣装権者負けてしまったわけですけど令和元年改正法後であったらこれは勝てたのではないかとも言えるところですこの事件では運転者がブレーキペダルを踏む程度に応じて画像が道路に投影されるという事件だったんですけど 画像の表示された図形等を選択または指名することにより物品の操作をするものではないとして×だった事案んですけど今だったらそもそも道路に投影するものも表示画像なので表示画像として丸になりそうですねまた操作についてもですよ以前は先ほども出たように旧2条2項括弧書きでかなり限定的な規定があったんですねもう一度読みますが当該物品がその機能を発揮できる状態にするために行われるものに限る と限定的な定義があったんですけど令和元年改正法ではこれなくなって単に操作と言ってるので画像に表示された画像ですからブレーキペダルを踏むごとにその画像が道路に投影されると、まあ、それによってどのぐらいブレーキ踏んだか分かるので物品のブレーキという操作に供していると言い得るのかこれはまだ分からないところですただそのような議論が令和元年法では可能になりつつあるということで 以前だったら無理だった捜査の議論が可能になりつつあるこれは絶対に覚えておいて侵害訴訟において主張しておく異議侵害者側においてはそのような主張があり得るということで検討に加えるべきでしょうところでこの映像装置付き自動車の衣装三菱電機の衣装ですがこれ捜査画像として衣装権を取得するという道もあり得るでしょうこの 道路にに投影されるるるる画像が操作のよううしていると言えかかどでで決まるわけです。実際三菱電機の他の衣装を見てみると衣装にかかる物品の欄にこのような説明をすることで操作画像として衣装登録されたものもあるんですねすなわち本物品と一体として用いられる自動車周囲の路面等に表示される画像はセンサー機能を有しており 例えば何らかの危険を察知した運転者以外の第三者がこの画像内へ足を踏み入れることにより車両の交代を抑制する機能が発揮されるものであると記載されていたものです。このように画像の衣装については操作画像であることを明確に衣装にかかる物品の説明欄に記載することで、すなわち画像の機能目的を記入しておくことで操作画像として認められ、画像の衣装として認められる。 という道がありますので冒頭で衣装にかかる物品の説明においては色彩が意味があることがあると言いましたが特に画像の衣装についてはその機能目的を記入して操作画像として認められやすくするという道もあるでしょうこれも参考に覚えておくと良いかと考えます画像の衣装について説明しました令和元年法そして平成28年の審査基準改定でかなり 緩和されたところです。ですから、これから画像については出願も増えるでしょうし、傾向も増える可能性があります。その時には、攻める時も攻められる側も、旧法との関係、そして令和元年新法が制定されるにあたって、参考士になるでどのような議論がされたのかを十分に議論して、どのような主張をしていくか。 これを建築物の衣装については令和元年改正法で導入されましたがこれはまだ当然裁判例のないところなので本日は割愛しますとにかく旧法では物品は有体物である動産を意味するので建築物等の不動産は一保険で保護できなかったのに対して令和元年改正後は建築物不動産についても一生権で保護することができるようになったということです なお、最後に紹介しますが、組み立て家屋の衣装は令和元年改正前の衣装法でも保護できたんですね。そして実際、衣装権者が勝訴した事例も出ています。なお、衣装に係る建築物の用途を元首に記載する義務がありますので、この用途の書き方には工夫が必要でしょう。内装の衣装も令和元年改正法で導入されたところですが、 内装全体として統一的な美観を起こさせるときは一衣装として出願し衣装登録を受けることができるとなりましたこれも裁判例はないところです分割出願および変更出願ですこの点については12ページで概論で述べたことを復習しますまず分割出願は衣装法10条の2ですがほとんど認められてきていませんこれは一衣装一出願という原則があるので 衣装出願中には複数の衣装は含まれないことが原則ですからこれが含まれると認定されることは難しいということですね他方変更出願の方は衣装法13条及び13条の2ですが特許出願の図面から衣装登録出願に変更するって時に特許の方は1衣装1出願の縛りはありませんから特許出願中にその図面に複数の衣装が含まれていると認定することに特段の障害ありませんですから 変更出願は分割出願と比べて認められやすいという形です近似実際に特許か理性への出願変更が増加していてその新規事項追加の判断は緩やかであると言われていますそれでは具体的な各裁判例を見てみましょうまず分割出願について裁判例が2つあります平成18年のピアノ補助ペタル事件この判決が言ったのは現出願の添付の参考図 については、これ三構図なので衣装の理解を助ける目的で示されているにすぎない現出願において衣装登録を受けようとする衣装ではないのだからそれを分割して衣装法十条の二大項の要件を満たす分割出願であるということはできないということですです この原出願の理解を助けるために示されているだけだからそこからは分割できないそして衣装と参考図別々の衣装が原出願に含まれていたということは言えないわけですねですから2以上の衣装はないということになりましたもう一つは額縁上の枠材事件なんですがこれは衣装として一つの額縁の衣装が記載されているだけだと その中の一部の枠材だけを分割して衣装として新たに出し直すということはできないと言われました物理的にはこれらを4つの枠材に分解することは不可能でないとしても衣装登録室外にかかる衣装の把握は願書において指定された衣装にかかる物品との関係でなされるべきであるすなわち原室外の方は額縁であったのであってここから額縁用枠材を取り出すってことはできないよということでしたこれ 特許の方だったらおおむね認められそうな事案ですよね特許の方でその一部この枠材の部分だけをクレームアップして分割出願するってことは当然許されそうですよねこれが一装で許されないっていうのはやはり一衣一出願の原則との関係が問題となるのだろうと考えられます次に変更出願ですが今からいくつかの裁判例を検討しますが比較的柔軟ですこれは一衣一出願の原則という縛りがないからと考えられますまず養殿案事件 この事件は特許出願からこれを分割して衣装に変更しさらに侵害訴訟で使って証券者が勝ったというもう完全に作戦勝ちという事案ですねこれ見てみると現特許出願にはもうこのような図面があったこの図面の中の一部をしかも部分衣装として取ることができてるんですねこれ確かに図面はありますただこの 一部の部のの分だけを独立しした衣装としてできるのがこれは分割質感だったらまず無理ですねですが特許の図面から一部を取ってくるってことはこれだけ柔軟に認められてると言えるんです 判決がどういったかというと本件衣装1全体衣装の方は本件衣装1に対応するくさびの右側面の形状として紙面面を右側面から正面の側端部から背面側端部にかけて均一に排泄されたものが記載されている要するにその部分が記載されているというだけですねどうしてその部分を取ってこれるかまでは判断されてないということです本件衣装2部分衣装の方もお通じ特許室外にかかる部材のうち特定の機能を有する部分を取り出したものだと これ確かに特定の機能にする部分はあるんですがどうしてその機能だけを取り出してくることができるのかということは書いてないですから変更の時にはどうしてそこを抽出できるかまでは要求されてないそこが書いてあればいいんですねですから特許出願の図面の一部と対象製品が同じという時はその特許製品の図面から対象製品と同じ形の部分を部分衣装として取ってきて変更出願して それれをぶつければいい。これがこの陽動アーム事件で完全にはまったという事案ですねあと特許図面に6面図がなくても変更出願できるこれはまあ当たり前といえば当たり前なんですけど特許図面だって6面図あるわけないですもんねこれもかなり柔軟ですもちろん6面図はないけど残りの部分も想定できたということは当然前提になるでしょう あと特許図面に図面自体に語気があってもその語気を直して理解してそれで変更が認められた河原事件なんかがありますこれは裁判ではなくて真決ですねあと他の真決で部分一生の変更出願が認められた、まあ、これは部分一生先ほどの陽動アームの事件とは違って画像ですねこの画像でも同様に 部部分章としてて一部を取ってくることができるこれもその一部はあるんですよどうしてそこを取ってこれるのかということが問題になってないとあと特許図面中の表示の一部を2位に切り取って部分子として変更出願できたこれも先ほどの陽動ワームができたように画像でもできるという神経があるわけですね特許図面の一部の物品を変更出願できたこれは足場板の事件でしたが特許は足場板だったんですけどこれ衣装にする時にその一部だけを取ってきて別部材 とできた先ほど、分割出願の時に額縁という原出願一章の一部を取ってきて枠材として分割出願はだめよとそれは物品が違うんだからということになりましたが特許集めの一部を取ってきて物品を変えるというのはこれは OK なんですねでこの意味でも変更出願はフレキシブルと言えるでしょうあとはドライブレコーダーの事件も新決ですけどこれも原特許出願の一部を取ってきて本件証にできたという事案です。 これは中を見てみると図面だけじゃなくて明細書の中も参照されていますこれは遺書登録を受けようとする部分は現特許出願の最初の明細書の記載の発明を解決しようとする課題の欄にこれこれと書いてあってこれは本願部分と同一の部分の範囲について詳細に説明しているですから取ってくる部分が発明の課題に関係があってそれは明細書で説明されていたということも合わせ1本で言われている。 ただこのような記載がなくても認められている例が多いと言えるのでこのような記載がないからもうダメだということではないこのようなことからしてこの変更出願に絡む出願戦略ですが衣装の分割出願と比較して特許から衣装への変更出願の方が明細書全体から衣装を抽出できる上部分も抽出できるので出願戦略上活用しやすいですそして次の動画で 意証権と特許権による二重保護という論点ありますがここでも衣装だけ勝つとか特許だけ勝つっていう事件も結構あって両方勝つと損害額が上がるのでダブル取得は極めて有用ですですから衣装登録出願後の補正は極めて現実的ってことを考えると先に特許を出して特許出願を分割しその分割出願した特許から衣装へ変更するという出願戦略が最も効率的でロスがないでしょう 先ほどの陽動アーム事件はこれをしたんですねで侵害訴訟でぶつけてもう勝ち切ったっていうことですなお特許出願をそのまま一緒に変更してしまうとみなし取り下げになるので一旦分割してからそれを変更するのがいいでしょう実際この陽動アーム事件で分,分割要件も争われたんですけどこれは丸でした これ余談なんですけど、これ特許の方で特に問題なんですけど、これ特許からの分割変更でも問題になります。すなわち、分割分割として孫、第三世代ができると、子特許が分割要件違反だとそのまま拒絶が確定してしまうと、子特許は訂正できず、すると孫特許は子特許の出願日までしか訴求しなくて、結局親特許で新規性罰なんですね。これは変更の時でも同じです。ですから、丸一出願、丸二分割特許。 で,丸3で衣装への変更した時に丸2の分割出願が新規事を追加で×だとするとそこからの衣装への変更出願自体は適用だとしてもその優先日が丸2の分割出願時までしか遡れず最初の特許出願の図面で新規性×になってしまうってことはありえますですからこれは特許と同様に注意しておくべきでしょう このスキームでは特許分割出願時に分割要件を必ず満たすようにそのまま分割すればいいんですねどうせその後変更するために分割するだけですからそこは無理する必要はないということでしょう分割出願と変更出願について説明しましたこれは要件は一見同じなんですけど当てはめがかなり違うすなわち分割出願はかなり厳しいのに対して変更出願はかなり緩いこれは 裁判例がそう言っているわけではないですが、やはり一衣装一出願の原則からして、分割出願の時には二衣装が入っていたとは言えないというのに対して、変更出願の時には二衣装が入っていたということは、それほど問題がないという違いに由来するものだと考えます。衣装権と特許権による二重保護についてです。言うまでもなく、衣装権と特許権は有効性、そして権利範囲の考え方が異なるため、どちらも権利取得することにより。 どちらかだけ特許権または異証権だけが権利侵害が認められるということもありますし両方認められれば損害額が上がるということになります例えば有効性については特許権の進歩性の議論よりも異証権の創作要因の議論の方が権利者有利という傾向にありますまた権利範囲についても特許権の方は文言が一つでも異なれば非侵害、非重足となるわけですね均等論はありますがなかなか認められない それに対して一生権の方は腰部が類似していれば周辺部分が異なっていても全体としては類似範囲ないとして権利範囲に入るそういう意味で常にどちらが強いということは言えませんが例えば技術的なもので見えないもしくは形は違うという時は特許権が強いですし技術というほどのことではないかもしれないがデザイン的に似ているという時は一生権で抑えられるかもしれない。 まずこの薬剤文法器用痴管事件ですがこれは実用権侵害が×異性権侵害が丸となった例ですこの件はやや特殊なんですけど実用信案権の方は所有権留保が認められなくて精進が認められたそれで権利侵害が認められなかったという事案ですただ面白いことに同じ事件において異性権の方は精進しなかったんですねすなわち特許権 また、実用新案権と遺装権で権利の対象が異なる場合もあるし、それによって所有権利が認められるか否か変わって、権利が精進しているか否かは異なる場合がある。実際、この事件では異なったっていうんですね。ですから、この精進しているかどうかが分かれうるということも含めて、二重保護の意味があるということですね。次の事件は、インサート器具事件。これは特許×衣装丸となった事件なんですけど、特許の方では、発明で言うテーパーは直線のもののみを指す。 と限定的に解釈されてしまって国製品はそれを満たさないということになってしまいましたが衣装の方はそのようには解釈されなかったそして美観が類似しているということで衣装権は侵害が認められたということでありましてこの事件なんかは特許の方がクレームが限定的に解釈されてバツだったけど衣装で含まれた典型例と言えるでしょう次が木製廃材切断器用派という事件でありましてこの事件は特許権が丸衣装権がバツとなった事案です これは衣装とこの2号製品結論としては衣装は非類似となりました特許権の方で全く違う形のものに侵害が認められたんですねこの破郷製品これは衣装では全く抑える余地はないんですけど、まあ、特許の方は技術ですからクレームに入ったということですねこれは別の製品ですけど相手が2号6号破郷二号といろいろな製品を出しているところで特許をある製品にぶつけて 衣装を別の製品にぶつけるそして特許は最後破郷製品に当たったということでどちらも取っていてよかった事例であります次の水中メガネの事件これは被告衣装と本件衣装やはり衣装権は違うんでしょうねこれはでも機能は同じそして特許請求の範囲に書いてあるクレームとの関係ではこれ被告製品もこれ入ったということで特許権侵害や丸衣装権侵害や罰となった事ん。 次が顕微鏡事件。これは特許権が丸、衣装権が×となった事案ですけど、この被告製品3と本件衣これは違いますよね、衣装は。ですが、特許の方はこのような形に限られず、機能で取っていたので、結果的にこの被告製品3を特許では抑えることができた。なお、被告製品1と2については別の形でありまして、衣装権侵害も認められています。 マンホールの負担を受け爆事件、これは特許の方で有名ですが、これ、均等論が認められて、特許権侵害が認められたという事案です。遺装権の方は認められなかった。特許の方は均等の御用件ですけど、衣装の方はあくまで美観の類似なので、それは判断は分かれることはあると言えるでしょう。次が、これは知財広範の大合議にかかった事件ですけど、おぶつ入れ用カセット事件。この事件も有名な特許権侵害。 が認められた事案ですけど、実はあの事件、意匠権侵害も主張されていって罰だということです。特許の方はサブコンビネーションクレームで認められたんですけど、まあ衣装は外観はあまりに違ったということですよね。次が道路の拡張用張り出し剤事件というものですが、これは特許権侵害がまるで意匠権侵害がバツと判断された事例です。衣装の方はよくありがちなんですけど、施工後には見えなくなる部分がある。 ですからその分は要部ではないで残りの部分はかなり違うからひ類い字となりました特許の方はそこが見えているか見えてないか関係ないんですねあくまで技術的にクレームに入るかどうかですから特許権侵害は認められたという事案ですですから他の事件でもそうなんですけど見えなくなる部分があると衣装は弱いそのような時には特許の出番と言えるでしょう カメラ事件。これはもう被告製品123に対して完全に特許も衣装も丸だったという事案です。織鍋事件。これも特許丸、衣装丸となった事件です。これは改造前には特許4件、衣装1件当たってたんですけど、改造してもなお特許は1件、そして衣装はそのまま侵害が成立したという事案です。両方丸だと損害額は加算されて、衣装券侵害の損害額と特許券侵害の損害額、それぞれ足し算されて損害額が増えたということです。 ヒールローラー事件も実用新案権丸、遺装権丸となって、どちらも権利者勝ったんですけど、廃棄請求の範囲を限定したということで、やや面白い、実用新案権、遺装法の侵害の行為を蘇生したものというのは、侵害行為の必然的な内容を指すもの、すなわちそれなしには侵害行為を成立しないものを言うということで、その他の部分は、この侵害行為に関係する部分を外せば、侵害物ではなくなるので、そこまで廃棄する必要はないという判断がなされました。 以上のように、衣装権と特許権これは二重保護の価値が非常にありまして、どちらかだけが認められるという場合もあるし、両方認められれば損害額が上がる。ということで、技術の特許、美観の衣装、特に見えない時は特許が強いし、美観が 似ていいいるという時に一生が強いそういう意味で保管し合って権利の範囲を広げるという意味で重要でしょうですですから特許を出してその特許の図面の技術的な部分がデザイン的にも新しいんではないかとなったらその部分を変更して一生懸命取るという権利確保戦略がありうるんではないかと言われています新規性喪失の例外についてです。 新規性喪失の例外は異症法4条1項で出願から1年認められる制度ですねで。これは異に反する公開というパターンと自ら公開するというパターンがあります。まずこのクランプ事件っていうのは異に反する公開。 が認められた一事例この事件ではこの別姓者が本件衣装と同一のクランプを出展したのはもっぱら原告との連絡不十分にあるもので本件衣装を登録を受ける権利を譲り受けた者が出願する前に原告に違反して創作者によって一方的に公表されたものであるということで権利を譲り受けた者が出願する前にその意に反して創作者が一方的に公表されたということで意に反する公開が認められた事案でありました。 出願人が公開したという類型なんですけど、重要なのは公開した一章で新規性喪失の例外を出すわけなんですけどその公開一生と同一の範囲ってどこまでなのかですよね。この「端子版事件」東京公判平成7年はこう言ってんですね量産化に際して試作品に通常加えられる程度の範囲で改変されたものは含むと言ったんですね。フレキシブルですね。 その心は形態によってビ差があっても道場の立法趣旨に適した限度において社会通念上衣装の表現として同一の範囲と理解されるものがこれ同一の範囲だ類似まで含むわけではないですが全く同一でなくてもいいと言ったんですねそれでこの事件では新規性喪失の例外が認められたということです これはこの立法趣旨が実施効果を測定した後必要に応じて衣装登録出願するということが実務上広く行われているこのような実務を追認することが立法趣旨なんだということになっていますですから同じ新規性喪失の例外でも特許よりも柔軟な立法趣旨であろうかと思われます次の卸し事件なんかも同様で 実際にはひとまず販売・展示・見本の販布等によって売れ行きを打診してみて一般の需要の有無を確かめた後需要があるものについて衣装登録を出願するのが通常であるとこのような販売・展示・見本の販布と等の行為によって新規喪失するとしてしまうと衣装の実情に合わなくて公安者に酷であるという立法趣旨を述べているわけなんですねこれ非常に柔軟と言えるでしょう 別の論点ですけど、新規性喪失の例外証明書を提出しても、これは類似と辞任したわけではない。ですから、安心して証明書を出していいってことですね。新規性喪失の例外が認められなかった近似の有名事件としては、コート事件があります。あり違ったんですね。引用衣装と国家衣装が動的衣装であって変化の対応を有するいうことを踏まえたとしてもですよ、フードにファーがつくかどうかが違うし、ファーが取り外し可能かどうかとも違う。 こうやって物品の機能や性質に照らして十分理解できる範囲のものではないとして、これは実質的に相違にあたり、新規性喪失の例外でいう同一の範囲をさすがに超えているとなってしまいました。ですから、限界事例を見るときに、まあ、コート事件はダメだったけど、卸式事件や端子事件なんかはセーフだということで見ていくことがいいでしょう。このように、 新規性喪失の例外は、その立法趣旨が特許よりも柔軟です。ですから、1年間に伸びたという近似の法改正も含めて、かなり活用できる。そして、その限界はこのコート事件、ここまでは言ってはいけないということで、裁判例の傾向を探ることができるでしょう。その他の論点について説明します。まずは、衣装の先使要件。これは、基本的には特許と同じです。特許の事件ですけど、ウォーキングビーム事件、最高裁判決。 これは事業の準備とは即時実施の意図が客観的に認識される対応程度において表明されることが必要であると。これは衣装でも同じです。また、これは衣装の事件ですが、地球儀型トランジスタラジオ事件。これは日本国外の会社が日本国内の会社に注文して、当該日本国外の会社のために衣装、物品を製造させたときにも、この国外の会社に選手権はあるだと。ですから、日本でその事業の準備をしてればいいというときに、日本の会社に注文してればいいということですね。あとは 汗取りバンド事件なんかは試作品を製造依頼して納入していたっていう事件で事業の準備「丸でしたまた盗難防止用商品収納ケース事件これは金型発注して試作品が納入されていて事業の準備は「丸でしたまた輸液バッグ事件なんかも出願日前に作成された製品の外形図印刷見本の図面金型図面などの完成度が十分高かったということで事業の準備は「丸となりました このようなファクターは特許と似ているでしょう。そして衣装特有の話として、この放送用過去事件が重要です。先使用件の範囲ですね。これは先使用衣装の類似範囲まで及ぶという判決です。先使用件の効力は、登録衣装出願の際に先使用件事が現に実施をしていた具体的な衣装だけでなく、それに類似する衣装も及ぶということで、この事件で先使用件は成立となりました。 建築用パネル事件なんかは部分異常について先手要件が成立した事案です部分異常について先使用権主張するときにはこの事件を見ておきましょう先手要件の成立の有無で証人尋問もあるし供述の信用性を図った電子タバコ系付事件そのような場合にはこの事件を見るといいでしょう先手要件はこれで終わりです 外国の衣装実務条約については本日の趣旨である裁判例紹介とは異なるので簡単に触れるにとどまりますが日本では令和元年改正法後も危機器との関連性は必要なので画像デザインそのものは保護できないので物品ごとに衣装権を取得する必要がありますそして機器の機能や操作と無関係のコンテンツ画像はまだ保護されないんですね これに対して欧州は画像デザインそのものが保護されるのでコンテンツ画像も保護される GUI とかアイコン自体も保護されるようになっていますアメリカはこれはデザインパテントですがこの保護対象としては製造物品のための装飾的デザインと規定されていて物品に応用または具現化されたデザインが保護されるので物品を離れた画像デザインは保護されないという限りでは日本と同じです ですがが画像が物品に表示されてれていば保護の対象になるただ、日本よりも保護範囲が広いと言われていますが、これは実務の問題でしょう。そしてその他の論点ですが、まず動的衣装、これは変化する場合には、その変化の前後にわたる物品の形状、模様、もしくは色彩、これらの結合について衣装登録を受けようとすることで、その機能の説明を元書に記載しなければならない。衣装法6条4項に記載されています。踏み物の衣装 組物はあまり使われてないのですが令和元年の改正法で審査基準も新しくなってより多くの例が組物の例として載っています税関差し止めですが衣装、まあ、がどのぐらいあるのか商標や著作権に比べるとかなり少ないですが特許と違って見れば分かる衣装についてはその美観が同じということで使えるでしょう特にデッドコピーのものなんかは証券侵害として認められるその場合には税関っていうのは訴訟に比べると費用が比較的安いし 印紙不要期間も専門委員紹介まで行っても3ヶ月ぐらいそして侵害者を特定しなくていいんですね侵害品だけ特定すればいいということであと一度税関と渡りをつけると税関が侵害品を発見して連絡をもらえるという流れになりますという意味で一度使ってみるということもいいでしょう包帯金半減これは特許と同じですがこの長靴事件なんかは包帯金半減はバッチリ言いました意見書で述べたことと違う重則論は言えないということですね 秘密衣装。これはもう制度ですが、登録日から3年以内の期間を指定して衣装を秘密にすることを請求できる。衣装法十四条。これは出願時でなく、登録料納付時でも請求はできるので、出願時はまだ決まってなくても、登録するまでは公開されないですからね。登録されるとき公開されたくないなら、この秘密衣装を請求するということもあるでしょう。 なお秘密衣装の制度を有効活用する衣装出願戦略としては、典型的には数年後にリリースするがまだ知られたくないという時に使う、これは多くの会社がやっているところです。ただ、間接侵害、令和元年改正法でのみに加えて、不可欠要件も入ったというところですが、こののみ要件については、社会少年上、経済上、実用的な用途であったかどうかという判断基準で、これは特許と同じと考えていいでしょう。 抵抗輸入、これも特許と同じです。特許の方の BBF 事件がそのまま衣装でも使えるということです。証券の商事については裁判例が存在しないのですが、税関は同様に扱っています。自由技術の公弁、これは特許の方で認められた例がないんですが、衣装の方ではゴム紐事件が自由技術の公弁をバッチリ認めています。ただまあ今ではこれは新規制罰で無効の公弁になったのかもしれないです。 自由技術の答弁が向こうの答弁を超えた意義があるのかどうか、まだ評価は固まってないところでしょう。棒人捜索者制ですが、自転車用用事乗せ2大事件なんかは、傍人者によって異性登録がなされると、新規性喪失の例外に適用されない限り登録を受けることができない。まあ、これは古い事件ですからね。クランプ事件なんかは、 形態の創造作出の過程にその意思を直接的に反映し実質的にその形態の形成に参画したものを言うと言っていますそして特許については大阪地班が下の方で言っているのは 単に事故が当該特許発明と同一の内容の発明したことを主張立証するだけでは足りず当該特許発明が事故が単独または共同発明したもので相手方が発明したものではないと主張立証をる必要があるこれは持ち分の全部意点を請求した場合ですね一部意点共有にしてくれっていうだけだったらここまでは必要ない創作者性については特許の発明者性と基本的にはパラレルと考えていいと思います その他の論点についてざっと説明したところですが翻って一番重要なのは選手用権の範囲これ衣装特有の話なんですが選手用権は選手用衣装の類似衣装まで及ぶという判決がありますので特許と違ってやや広いと言えるでしょうこの点は実務においても十分に念頭に置くべきでしょう損害論についてです衣装法の39条1項2項3項は特許の121項2項3項のように 損害の額について推意規定を置いています。1項は、権利者の利益率を前提とした一室利益。2項は、侵害者の利益率を前提とした一室利益。3項は、実施量相当額で計算するということは特許と同じです。そして、1項、2項、3項、それぞれについて、全体一小、部分一小についてどのような判決があるか、ざっと見ていきましょう。 まず39条1個。権利者の利益率に基づく逸出利益ですが、まず全体章としてはこのページ。AC アダプタ事件なんかは、用途の相違を見たり、被告製品はケーブル一体型で使い勝手がよく安い。あとは色彩も購入動機になっているなどで、販売することができない事情として90%も減額されてしまいました。民用額は72万円。次に、タイルカーペット事件なんかは、被告製品は廉価であって、予定価格の維持は困難だった。そして 受容者はハイグレードのホテルで、デザインも重要視しているということで、ホテルの中では寄与率は80%、かなり高い。ホテルの量では、それほど寄与しないということで、その半分40、40%となりました。それにマニキュア用ヤスリ事件。これは、被告商品の価格が安い。そして、本件以上に類似しない特徴も寄与している。販売ルートも違って、競合品も存在することなどで、販売することはできない事情として66、66%減額されています。 240万円が任用されました最後の測量地点明治プレート事件なんかはこれは IC タグの読み取り性能に着目するんだって美観ではないということも考慮されて販売することができない事情としては減額されませんでしたが起用率という項目で20%減額された。にん額は181万円でした。さてじゃあ部分衣装はどうなってるかというとサンダル事件。 これは、部分衣装はサンダル全体に占める当該部分の割合は77%だから、率は75、まあ、これだけじゃないんですけど、やはり部分が占める割合が、寄与率として引かれる、そして販売することができない事情としても、さらに55%減額されて、結局、任用額は344万円でした。 次の遊戯王表示等事件パチンコですねこの事件は機能なども強調されていて衣装のみが差別化要因ではないなどといって販売することはできない事情として85%減額されて任用額は349万円でしたとにかく部分衣装っていうのはそれは全体衣装に比べればその占める割合に応じて減ってしまうこれはやむを得ないかなと思われます 次に2個、被疑心会社の利益率を前提とした一室利益ですが、まず全体衣装としては、定数儀事件、これは通常は目に触れない場所に設置されるから、衣装が売上に寄与することは少ないとして、寄与率10%になってししままいました。でも、人用額は結構多くて、1476万円。 次が蒸気モップ事件独占的通常自施権者でしたが39条2項が類推適用される特許と同じですねで限界利益を見るんですけどそれは売上高からこういうものを控除したという事件です何を控除したかっていうと丸1仕入れ金額丸2輸入費用丸3業務委託料丸4クリック課金丸5新聞広告料丸6倉庫料丸7不良返金丸8ロイヤリティ そそししてて任用額は326万円だそしてゴミ箱事件この事件は新会社が限界以下で販売した場合でもそれが実質的に見て廃棄処分と同時し得るといった事情のない限り実際の販売額に基づいて新会社の利益を算定すべきだですから安く売ったんだからその安く売った金額では計算してはならないと言いたいところですけどこれなかなか難しいこれ特許の方でも同様な判決があります。任用額は結局2万円になっってしまったんですね 同じ2項の部分衣装でどういうものがあるか。まず、化粧用パフ事件。これは同部分の対象製品全体に占める価格の割合等を基準として、対象製品全体の利益に対する同部分の寄与度を考慮する。サンダル事件では、占める面積の割合を見ましたが、こちらは価格の割合を見た。 そして50%の寄与率として、任用額は360万円でした。検査用証明器具事件。これも部分一生は面積比は4割。そしてその部分は製造原価は低い。共通点は高知であって、原告カタログは機能を強調している。性能や機能は損害額にあまり考慮しないんだということで、結局、任用額は290万円でした。 この事件でも言うまでもないですが、部分衣装の割合に応じて減らされていって、この事件は面積比最大4割ということが考慮されています。そして、手押し車用立石ボード事件では、これは部分衣装なんですけど、器用度100%になった。部分衣装の部分が製品の主要部であるし、需要者もその部分に着目して購入するということが言えた。ですから、部分衣装でも寄与度100%になることはあるということですね。最後に3個。 では全体疾章についてこのページにありますが実は部分疾章について3個の判決がないんですね。ねですから全体疾章だけ説明します。 立体フェイスマスマク事件これは変異製品の実施料率の平均値が6.1%ということも見てこの開発に時間と労力を使った売り上げにも寄与したそして完全に原告被告が競合関係で平均的な実施料率で使用を許諾するような関係にはないとこれ近似の特許の第5期判決にも似てますよねそれで実施料率は結構高めに15%となって人用額は106万円でしたそして自走式クレーン事件 これは大型、高額の事業用機械、性能を重視して選択するものであって、衣装が影響する度合いあまり高くないと。とそして、被告製品の値引き前の販売価格を基準として計算した。これは先ほどのゴミ箱事件とは経路が違っていて、まあ、どちらも重要な判決ですね。そしてこの事件は、単価は1800万円 ×1671 台×実施料率1.5%でなんと4.5億円認められたという事案です。 そして、上水域事件。これは通常目に触れない場所だから低めにということで実施量率は2%となった。これ先ほども出てきましたね。任用額は339万円。最後に、鳥鍋事件。これは特許と衣装どちらも認められて、衣装の方が0.1%、特許の方が0.5%、これ足し算されてどちらも取れた。任用額は4969万円と高額になったという事案です。 損害論について説明しました。損害論については、とにかく部分遺症の時にはその部分の面積割合。 もしくは原価割合もしくは価格の割合に応じて全体衣装よりも損害額は小さくなる傾向にありますそれは仕方ないことですですから損害額も含めて考えるとまた前の動画でも言ったように部分衣装の方が全体衣装より必ず広いわけでもないということも考えると全体衣装と部分衣装両方取っておくということが戦略上は正しいということになるんでしょう 裁判例に見る美観の言い回しについて見ていきたいと思います。これは新規性の事案と侵害論の事案に分けて説明します。まず、新規性で広い字になった事案として、平成元年の琴の爪事件。この事件では本願衣装はより鋭く硬い印象。これに対して引用衣装は花弁状を停止柔らかい印象。といって広い字になりました。 このように、鋭く硬い印象っていうのと、柔らかい印象という言い回しはよく出てきます。次のサツキ人形事件、これもヒルイジになったんですけど、本件師の方は比較的上品でおとなしい感じ、屋内を思わせる。金曜師の方はまなじりを決するようなりりしい印象が一層強調される。ということで、上品とりりしいということで区別しました。 まあこれは人形なんであまりこのような表現は多くは出てこないですが人形などの時には使えるでしょういやコンタクトレンズこれが本当に難しい事件ですがこの言い回しは参考になりますまず本願衣装の方は人の目との比較においてより自然で調和的穏やかな印象を与えるような美観それに対して陰陽衣装の方は人の目との比較において自然らしさを遮唱し人工的メカニカルな印象を与えるような美観 これは人の目と比較するという視点を持ち込んだというのも重要ですし自然で調和的なのに対して自然らしさを射掌したとか穏やかな印象に対して人工的メカニカルな印象という対比をしていますこの人工的メカニカルっていうのはこれ自然と対比する言い回しとしてよく出てきます。ーールピッチャー事件 本願の方は規則的であるがシャープな印象それに対し引用衣装の方は不規則で複雑であるが全体として柔軟で穏やかな印象が琴の爪事件と似た言い回しですね。 イのタイヤの事件なんですがこれは本願衣装の方は全体としてゴツゴツとした削りで男性的な印象を与えるとともに規則的な模様であるそれに対して引用衣装の方は全体として柔らかく繊細洗練されていて女性的な印象不揃い不規則で自由な模様である確かによく見るとここに書いてあるようになってるんですねでも逆に言うとこの2つのタイヤからこのような違いを言葉で表すっていうのは本当にプロのなせる技と言えるでしょう いや、トレーニング危機事件。アブドラニクスですね。これは、本外衣装の方は、掃除でうねりを伴う、流線的かつ柔らかでゆったりとした印象。それに対して、引用衣装の方は、変化に富み、生き生きとした躍動感や力強さといった当該衣装にかかる物品を使用することで達成しようとする目標。筋肉ムキムキになるということですね。 これに沿う印象を与えると。確かに見てみると、印象の方が端っこが尖ってるんですね。それに対して本検印象かなり丸まってるっていうところから、ゆったりに対して躍動感、力強すっていう対比をしています。これも穏やか対シャープのようによく出てくる言い回しです。いや、腕時計事件。これは本願印象の方が全体として凸凹の多い立体的な印象。印象の方は全体としてスッキリとした平坦な印象。 これもことででよくく出てくる言い回しですここからは新規性で類似になってしまった事件なんですけど原告が販売する腕時計のシリーズにおいて周知の構成であるからといってその部分が共通することは軽視することはできないといって類似新規性×となってしまいましたバケツ事件では本体部と双部の外観全体を通じて統一感を感じさせる独特な形態といってそれは似ているということになりましたまあ確かに色は違うんですけど 本体と蓋が外観を通じて統一感を感じさせるのはどちらも同じ情報形態用端末機事件なんですがこれも部分書でしたが正面紙における形状及び形状情報端末全体の形状にかかる部分の形状であって、まあ、そこが用部なんですけど、まあ、そこは似ていると、まあ、これは見るからに似てるかもしれないですね次の母前用収納箱事件ここからは侵害論で昼維持になった事案です これは本件衣装の方はシャープな印象。角張ってますよね。これシャープな美観。それに対して被告衣装の方は丸美を帯びた優しい美観。これ新規性の時にもよく出てきたように、尖ってるシャープなのに対して丸美を帯びた優しい美観。これはよく言い回しとしては登場します。 また、目違い修正事故事件についてですが、まあ、細かいことも言ってるんですけど、要するに本件衣装はがっちりとした角張った印象。衣装の方は開口部にゆとりのある柔らかい印象。これも本件は角張ってるのに対して、被告衣装はかなり丸まってる。次が手提げ、かご事件。 では本件衣装の方は全体として柔らかく整然としたまとまりのある印象を与える点が衣装全体から受けるそれに対して被告衣装の方は上段の穴と中段下段の穴で中心線が2つの扇の骨のように広がってるっていう印象が見られるまあこれ確かに言われてみると本件登録衣装というのは小さい穴が5段同じ大きさなんですけど被告衣装の方は一番上の段が大きくてそれが広がってるという印象になる。 次がゴミ箱事件。これ本件衣装の方は抽象的に水鳥をイメージしたスマートでスタイリッシュなデザイン。これに対して被告衣装の方は幾何学的で複雑なデザインということで違いが分かれたと。これも自然対人工、ゆったり対とどってるという関係にあるでしょう。いや、平板、河原事件。これ部分衣装ですわ。 本件衣装は全体として滑らか、なだらかで安定感のある美観。これに対して被告衣装の方は全体としてほっそりとした不安定な印象だと。不合の方は逆に全体としてずんぐりとした安定感のある美観。要するに、被告衣装の以後の方はほっそりしていて、歯合の方はでっぷりしている。これによって美観が違うんですけど、これをこのように言い分けてるということですね。水中メガネ事件。これは前の動画で出てきましたね。特許と衣装の二重保護というところで、衣装は罰×特許はまれだった事件ですね。 これ、衣装×はどうして×になったかっていうと、本件衣装はシャープでスポーティー感があって、かつスマートな美観。全体として滑らかかつなだらかで安定感のある美観だ。それに対して、被告衣装の製品の方は、正面紙において左右のアイカップはそれぞれ全体よりも丸みを帯びた楕円形に近い柔らかな印象。ここでも出ましたね。シャープ対柔らかな印象。材質事件。これも本件衣装はどっしりと安定している。それに対して、被告衣装の方は窮屈だと。 印象どう印象を言葉にするのかということがこの衣装の世界では重要なんでしょうね美容用顔面カバー事件これは本件衣装の方は全体にのっぺりとした印象奥衣装の方は全体に鼻筋の通った引き締まった顔立ちの印象となっています要は靴底事件これは本件衣装は3層のソール全体が一体感を保って丸みを帯びている柔らかな美感 これに対して被告衣装の方は3層からなるソウルのうち C 層、一番上の層が異なる存在感を持つ、飛び出てるんですね。で、残り2層はくっついてる。ということで、美観が違う。これは層が複数あるとき、もしくはパーツが複数あるときに、パーツ同士の関係が一体的か、それとも一つが飛び出してるかというのは、これまたよくある話ですね。次が釣り事件。これもシンプル対複雑っていう対比はよく出てきます。次が放送用箱事件。 これ、部分衣装のところで出てきましたよね。部分衣装の部分の機能が類比判断に影響するという事件でしたが、実はその前に、そもそも類比判断でも権利者負けてるんですね。本件衣装は、シャープで硬い印象、ほっそりと鋭い感じですね。衣装の方は、丸く柔らかな印象、でっぷりと緩やかな印象。まあ、これはよく出てくる言い回しですね。次が植木鉢事件。 これ本件衣装は全体的に丸くシンプルな印象被告衣装は直線的でゴツゴツした印象これもよく出てくるライター事件ここからは類似になった事件ですけど優美なスマートさによる独特の美観これが共通しているとですから権利者勝つ時には共通する美観を抽象的に表現してそれが共通するって言うんですね それに対して、非疑侵害者側は、違ってる部分をことさらに言葉にして違いを強調する。もうこれは美術というよりも文学、言葉の戦いなんでしょうね。タイルカーペット事件。これも複数枚を組み合わせ場合の印象が重要となる。これは 5W1H で、どのように見るかってことですね。で、複数枚を組み合わせ見たときには、挙手的には一枚の連続する細い線が緩やかに蛇行して、小さな粉身状の模様を成してるっていうのが似ているよと。 まあ、とにかくどう見たら似ているかそれが一生賢者の主張する道でありますね次はこれシューマイを入れる箱の事件なんですけどこれも突上の形状突部の数や段部の形状収容部の形状なのが少し違うんですけど、まあ、印象は同じということで類似になりましたでアブドラニクス事件の別の事件ですがこちらの方は本検証の方は先進的未来的な印象それに対して被告一生はしなやかで柔らかく引き締まった印象ということで非類似になったということですね 裁判例に見見る美観の言い回ししを見てきましたこれは新規性と侵害論そして類似になった事件と比類似になった事件4通りあるわけですねいかがでしたでしょうか衣装の奥の深さを感じるところではないでしょうかこの本をご購入いただければもっと細かいことそして取り上げなかった論点についても載っていますのでより勉強したい方は是非ご購入いただければ著者として嬉しく思います 最後に遺書裁判例時点出版後の裁判例を3つ説明して終わろうかと思います1つ目は大阪地判平成30年は6029のデータ記憶事件これは損害論なんですがこれ特許でも同じです令和元年改正前は遺書法39条特許法なら102条の1項と3項の頂上適用は否定する裁判例が主流でした 実は10年15年前はこれ肯定する裁判例が主流だったんですがこれも完全に変わってましたこれを踏まえて令和元年の特許法・衣装法改正によってこの頂上適用できることが明文化されたんですねただ特許も衣装もそうなんですけど1項のみが改正されてなぜか2項は改正されてないんですねですから2項は長条適用できるのかすなわち2項で推定・覆滅した部分を3項の実施量相当分を請求できるのかということは ななお問題になっていました1項と2項はパラレルに考える説が多いのでその説に立てば当然できるということなんでしょうが本判決はこう判示したんですね推定含滅にかかる部分については同条2項に基づく推定が含滅されるとはいえ無許諾で実施されたことに違いない以上同条3項が適用されると判示して異性法39条2項に基づく推定含滅部分に3項を適用したということです これは遺の事件ですけど、特許法102条2項の含滅部分について参考適用できるかという論点に使える判決だろうと思います2つ目がこれまた重要で令和元年の新法に関係あるんですが東京地判平成30年は26166の組み立て家屋事件まだ建築物が入ってない以前の遺装法でも組み立て家屋は物として衣装登録できたんですね これで本件衣装と被告衣装、まあ、確かに似てますねこれで住宅デザインの衣装権侵害が認められた初めての事案と言われておりこの事件を通じて建築物内装もそうですがこのようなものの衣装権登録をすることの意義がますます認められる時代になったかなと思います今後の衣装出願戦略に参考になる重要裁判例といえるでしょう現時点でではは判決文は未公開なんですが、これは 当事者のプレスリリースをもとに作っております3つ目が東京地判令和元年和の16017自動生産記事件これといった重要な判事はないんですがある意味似てると今似てますね本件衣装と被告衣装似てる部分も多いのですが似てる部分は他のコーチ衣装があったということで要望認定をするときにコーチ衣装に見られなかった具体的構成であるここで書いてある C や D が要望 ということになりましてこれらの点が異なるから美観が異なるといって比類字となりましたこれは他の裁判例も同じでありまして踏襲しているといえるでしょうこの自動生産機事件を使って最後に復習しますが衣装というのは新規性の時も侵害訴訟の時も本件衣装と被告衣装ないし引用衣装を比べるだけでは類比すなわち美観の同一性は決まりません 美観が似似似ているかかか類類ななののこれは高知症を踏まえてどこに受容者が着目するのかどこが用部なのかそこが似ているのかどうかという論理を踏まなければいけないので必ず高知症を検討するということが必須であるこの令和元年の事件もそれを改めて述べている判決であると位置づけることができるでしょう本日のの講座の最後に 衣装権の範囲が出願後狭くなるというコラムを途中で紹介しましたがこの点について重要な裁判例が出ているので紹介しておきます衣装権を出願後の衣装によって腰部はもっと狭いところにあると言ってだんだん権利が狭くなることを言いますすなわち新規制の時の基準時というのは出願時なんですが重足論の時には基準時が高頭弁度集結時なので高校衣装が 考慮されてしまうということですその点、この先ほども出てきたトレーニング危機事件この大阪地犯、平成29年は5109は遺症の腰部を判断するときに高校遺症、すなわち本件遺症、出願後の遺症を考慮したんですねこの点について交際が出ています放送信の大阪公判、令和2年で211事件ですがこの事件でその点について明示的に判断しました 放送人は原審が養母を認定するに際し本件衣装に高校する高知衣装を参照したことを批判するしかしある登録衣装の養母を認定するにあたり出願後の高知衣装当該衣装を追従したようなものも含まれる。 を観察することによっても当該登録遺書に含まれる当該経済が需要者の注意を引くかどうかを判断することはできると判示しましたなお不況法との関係で遺書法においては抗議の誤人混同の恐れは遺書法が規律するところではないとも言いました当該登録遺書を追従したのに含まれるすなわち偽物がどんどん出てきてるときにそれらも考慮されてしまうんですね 登録衣装の要分認定にあたってですから、衣装を出願し、権利を取得したら追従するもの偽物をどんどん権利行使して排除していかないと、自分自身の登録、意匠の要部がどんどん狭くなって権利範囲が狭くなってしまうということに繋がるわけです。それではどうやって登録？衣装を早く権利化するのか？ ななぜなら権利化しないと排除できませんからね最後この点について説明して終わります遺症登録出願の早期審査の要件ですが権利化について緊急性を要する以下のいずれかの場合に当たんなきゃいけないんですけど、まあ、1か2か3が必要で要するに特許と違って実施関連出願すなわち出願人がその発明を実施しているまたは早期に実施を予定しているだけでは足りないとなっています ですからそうでなくて外国関連出願にする外国に衣装を出願するかハーグ協定に基づく国際衣装出願を行っておくということが考えられますもう模倣品が出ているという場合には特許庁のホームページによるとこういうことができますまず特許庁にあらかじめ連絡して早期審査の申請をオンラインで行うその後面接をして早期審査の選定手続きに入って選定してもらうこの模倣品対策に対応した早期審査制度 という運用を使うと模倣品が発生していることを要件として1ヶ月でファーストアクションを得られるということがなされていますですから模倣品出てる場合にはこの手続きを使って早く権利を取って早くバッタ品を潰していくそれによって要部認定が高校一生によってされないようにするこれが現在なし得る手続きであると言えるでしょうなお不況法2条1項3号で止めるという戦略も 一応ありますがこれは模倣が要件ですしその類似範囲も一章より狭いと言われてますからやはり一章権を早期取得するということを念頭において活動することが望ましいと考えますこのように出願後の一章によって要部認定が狭くなって本件一章の権利範囲が狭くなってしまうというのは権利者に不利益な方向ですよねただこれって 自分の出願衣装が引用衣装と比較して類似かどうかすなわち新規性の場面においては逆に出願人有利に働く事情となりますすなわちこの仮想例のように考えると登録衣装の用部はコーチ衣装を3尺して認定される新規性の時にはその高知衣装っていうのは出願前の衣装ですけどね、まあ、とにかくコーチ衣装を3尺するわけですがこれ新規性すなわち引用衣装と 非類似ということを主張するためには出願衣装と引用衣装とか類似する部分に対応する出願衣装の形状を有する高知衣装を提出するとその部分は腰部ではないすなわちありふれた高知の部分だということになって神奇性の主張が強くなんですね。この3つのビール瓶の絵を見てみると出願衣装というのはジグザグの絵がついていて取っ手が長い。 引用衣装はジグザグの絵がついていて取っ手が短い高知衣装っていうのは取っ手がないんですねこれで出願衣装と引用衣装だけを比べると容器上部のジグザグ模様が似てますねこれ結構目を引きそうですねこのジグザグ模様が腰部と判断されると出願衣装と引用衣装とは類似すなわち新規性×となりやすいということですただ高知衣装としてこのジグザグがありふれていたっていうものを出すとどうなるか 出願人はコーチ衣装を積極的に提出することで容器上部のジグザグ模様がありふれていたと主張するするとこの取っ手が腰部となってこの取っ手が形が違うから需要者取引者の目を引く部分は取っ手である取っ手が腰部だと認定されてこの取っ手の形はだいぶ違うので印象が違う新規性があると主張することができるわけですですから出願人は 出願衣装と引用衣装との共通点を当該共通点を要する高知衣を提出することで希釈化してそこは需要者取引者の目を引かないと主張することが可能だということですねこれは特許だと高知衣装が出てくると特許出願人不利な方向にのみ働きますが衣装だとどのような高知衣装があるかによっては権利者有利にもなりますからその意味で 権利者側としてもどんどん証拠を出していくという作戦があるということを念頭に置いていきましょう東京公判平成11年行刑116アセトリパット事件などはこれが成功した例として知られています以上で私の衣装の論点別裁判例ピックアップの講座を終了いたしますとにかく、まあ、特許もそうですが衣装も裁判例が蓄積していて各論点裁判所はどう考えるのか そししてて美観はどののように言い,回しているのか、もうだいぶ固まっていますので裁判所の考え方を無視して実務をやっても意味がありません今日出てきた裁判例は重要な裁判例を全て網羅した自信がありますのでぜひ何度も見返して裁判所の傾向をつかんで実務に生かしてくださいご清聴ありがとうございました